はい、皆さんこんばんは。キコのチャンネル土曜、神戸地方スロット間ミッションビンゴ対決パチスロストラックアウト。もうちょっとこっちです。合ってます。もうちょっと体こっちです。そう、合ってます。合ってます。オッケーです。なんでよくわかんないですけど。はい、ということで、クスとアイマスクって言われてますけどね、何なんですかね、よくわかんないですけどね、まあ、めんどくさいんで、スルーしてきますかね。はい、ということで、今週もね、ミッションビンゴ対決、パチスロストラックアウト、神戸中央スロット間の方からお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。うるさいよってね、何も言ってないんですけど、本当にありがとうございました、本当にね。はい、という形で、1週間ぶり、戻ってきたんですけども、いや、まずは先週の、番長ですよ。そうですね。放送終了後3時前ぐらい、2時半ぐらいでしたかね。まあね、はい、からさんが楽しんだだけの配信。そうですね。違いますよね。終わって店長とね、競馬の予想とかしてて、こうだらだらしてたら、東さんが未練打ちしてるのがスラッシュに入って。急遽ね、延長って言ってスラッシュね、見ていただいたという、昨日先週はすごい配信になりましたけども、いやー、だから噂では競馬が外れたっていう話なんでね、噂ではあんまり触れてほしくなかったのかな、噂ではっていうかね、完全にかすりもしなかったらしいですけどもね、そんな感じでしたけどもね、はい、という形で、今週もね、頑張っていいところをお見せできればという形になっておりますので、ぜひ頑張っていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。なんかいろいろネタコメントがたくさん入ってるんですけどね、後々ちょっと読んでいきますんでね、ちょっと待っていただいてよろしいですかね。すごい勢いでなんかプレッシャーを感じるんですけどもね、すごいネタコメントがすごいことになってますけどね、申し訳ないですね。はい、お店の方から何かお知らせ、告知等はございますでしょうか。くっそ、あ、もうあっさり取る感じで、あ、取るといつものメガネということですね。はい、なってますね。本当ね、はい、もう松浦さんがいきなりこれを無視するから、ほんま、あ、そこなんか関係してるんですか。いや、関係してますよ、そんな。お、してる。はい、じゃあ店からの告知します。はい、なんですか。ねえ、目元、目元ですよ。目元。はい、まず人の目元ばかりできるんですか、本当。え、人の目元ばかり。人の目元ばかりできるんですか。急にどうしたんですか。ばかりできるっていう言葉の使い方がちょっとよくわかんない。これ見ても大丈夫なんですか。これ。ちょっと、それ。これ、一時松浦さんずっとなんか、かけてたの。やめて、よう引っ張ってきましたね。やめて、懐かしい。なんかちょっと気持ち若く見えますね。何年前とか、そうなんですか。いや、何年前、2年前ぐらい、2年前ぐらいずっと番組やってた時にかけてた。そうですよ。年あるって何なんですか、それ。なんでちょっとなんかうちのなんかデザイン風な感じで作る。うちでよく使うようなフォーマットという、いや懐かしいという方ね、いらっしゃいますけどね、はい、ちょっとね、2年前ぐらいですかね、はい、コンパニオンのね、女の子と番組やってた時の、はい、この横にアイウィッシュ代表新谷愛ちゃんが隠れてるんですよ。そう、毎週ね、はい、コンパニオンの女の子と番組やってた時期があったんですけど、そこでいろいろとそんなの引っ張ってきましたね、本当にね。そこでいろいろとあったわけですね。じゃあ夏ってありますけどね、本当にね。はい、京都の前のあれですね、逸話があるということですね。いやいや、逸話も何も別にね、ビキニの女の子に裸で車と一緒に現れるっていう事件はね、起こりましたけどね。いやー、ビキニカーウォッシュ、はい、そうそう、ビキニカーウォッシュにね、突如引っ張り出されるとかありましたけども、ね。はい、どこまでエンデックにはまってるんですか。いや、本当あれですよ、過去 Google でエンデック松浦ってやったら唯一出てくるから。いや、そんなの出さなくていいから、はい、そんなキーワードを皆さんに餌を与えないで、本当に。いや、でも過去やめてください。ここまで突っ込んだん、うちの店長だけですよ。本当にそうです。本当にそうですよ。やめてもらっていいですか。そんなことじゃないんですよ。違うんです。何ですか。何なんですか。そうなんですよ。はいはい。ファン感謝デーが来週あるんですよ。ファン感がついにね、14、15、16の週末。はい。どこの店もこれ言ってると思うんですけど。そうですね。はい。でもね、今年のキコーナーのファン感は一味違うぞということで。なんだこう。はい。石川里香ちゃんの画像も作って。なるほど。はい。パチロー君オンリーじゃありませんよ。なるほど。いや、パチロー君が分かる人が何人ぐらいいるのかってね、玉のね、キャラクターがいるんですけども。そうですね。はい。まあ、あとやっぱり明日ね、日曜日、11月9日日曜日ですよ。明日も絶対に来てくださいと。そうですね。いうのが僕の願いですね。週末はね、神戸地方来ればいいんじゃないですかということになってますんで。そうですね。明日の日曜日はぜひ。まあまあ来てください。はい、遊びに来ていただきたい。見せてくださいこれ。あ、見せても。ああ大丈夫ね。なるほどね。はい、そんな感じになってますんで、なんかねちらっと見えましたけどもね、ちらっと見えました。はい、やめてやめて、そんなやめてやめて、本当人の顔で大丈夫ですかね。人の目元をバカにできるのかって意味は、言葉の意味わかんないけど、そういうことだったんですね。ああなるほどね、わかりました。はい、ありがとうございます。バカにしてはないと思うんですけど。はい、ということでね、サイクロンとしてやるとか言われてますけどね。はい、14、15、16ですかね、ファン感謝でね。そうですね。はい。全日友連主催ということで、日本全国のパチンコ屋さんが加盟する組合全日友連が、主催する、公式なイベントという形で、はい、当日来ていただくと、打っていただいているお客様に抽選券をお配りして、はい、くじを引いていただくことができて、はい、なんとそれで豪華景品当たると。もちろんです。合ってますよね。もちろんです。合ってますよね。はい。大丈夫ですよね。なんか間違ったかなと思ったんですけど、っていう形になってますんで、ぜひね、はい、遊びに来ていただいて、くじ引いていただいて、豪華景品ねお持ち帰りいただければという形になってますんで、はい、はい、ぜひよろしくお願いしますという形とプラス合わせて、まあ週末はね、明日の週末はぜひ遊びに来てくださいという形になってますんで、はい。あ、テレビ当たりましたという方いらっしゃいますね。いやー羨ましいですね。すごいですね。はい。ぜひね。僕もでも去年チャリ当てたんですよ。え？チャリ、はい。でも鍵閉めんと置いとったらパクられました。悲しい思い出になってます。それは森口での話です。ああそうなんですか。ええ、よそのお店にうちに行ってでくじ引いて、そうそうそう。すごいですけどね。営業妨害ですよただの。そうですね完全にね。完全によそ様のねくじをねゲットするって感じですけど、まあぜひね本当にキコーナー来ていただいて。はい。くじねたっぷり引いていただければと思いますので、そうですね。まあ豪華商品の一例を言いますとね、エンデックさん協賛の鈴木のジャガーもありますんで、ないよ、ないよ、なかったですか？ないよ本当に。店にディスプレイできないんですけど。ダメだよ、ダメですよ本当に。もうなんかタイヤがおかしいからって言ってなんか4万もかかってタイヤ全部交換したんですから本当にもう PP ですよ本当に。ダメですよ PP ですか PP ですよ本当に PP ですか。そうですよ PP ですから本当に。マジか神戸千葉行くわとか言わないですからダメですからね。あるんですかってないですからね本当にね。皆さんそんな使い古されたジャガーいります？ダメダメジャガーじゃないですよ。ジャガーですよ鈴木のジャガーだからね。はいダメですからね。はいということでねぜひ遊びに来てくださいという形になってますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで今週はじゃあ早速打っていく機種をご紹介していただいてもよろしいでしょうか店長。そうですね。はい。あれですよね。あれですね。何ですか。じゃあ私の方から紹介させていただきます。はい。何するんですか。あ、なるほど。おい鏡、この中にささみがいるって本当なんだな。ということで。どこに隠れてんだ。ここか。それともここか。ということで、ささみさん、あと頑張らないスロットでございます。頑張らないスロット、ドーンという形ですね。こちら、なかなかいい感じに気持ち悪い大開放音がね、特徴的なダクセルさんのささみさんですけれども、なんと、神戸中央スロット館の方は台数は全部で3台導入なんですが、これ全部パネルが違う。そうなんですよ。別パネルが3台入ってるという形で。なかなかこう気合入ってる感じですけどもね。珍しいでしょう。ただどれがささみさんか僕には分からないんですよね。ささみさんはね、ちょっとこんな頭が飛び跳ねてるような。あとちょっと前髪がちょっとベジータっぽい。なるほど。ベジータっぽい。M字になってるわけですね。ベジータっぽい感じ。なるほど。はい、こんな感じになってますんでね。ぜひね。目元がこれっていう。え、目元？目元はこれと。目元これで。はいはいお願いします。目元何イヤホン外しながらあたふたしてるんですか本当に。はい大丈夫ですか。はいそんな感じになってますんで聞こえないぞ。え大丈夫ですかね。こっちかな。はい大丈夫ですね。大丈夫ですかね。はいという形でささみさんね3台入っててすべて別パネルという形になってますんではいぜひねこんな感じで3パネル揃ってるお店ってなかなか珍しいんじゃないかなと思いますけどもね。一番奥のねパネルがね一番有名じゃないかなという気がしますけども、こういうパネルもあってこういうパネルもあるというね感じになってますんで、ぜひね神戸中央スロット館来ていただいてパネル堪能していただきつつ打っていただければと思いますけどもね。はいいかがですか。もう年春出さなくていいようだからもう3パネル無理でしたか。はい大丈夫ですかね。はいということで今日はじゃあミッションビンゴをまずご紹介していきますかね。はいこんな感じにさせていただきました。上からアマゾーン、アマゾーンなんだったっけ？アマゾーン。特化ゾーン違うわ。チャンスゾーンでしたかね。で、ビッグ昇格、こちらレギュラー引いていただいて、ビッグに昇格する演出があるということで、ビッグ昇格入れさせていただきました。で、オカルトゾーン解除して以降、こちらは自力解除ゾーンになっております。で、中段が頑張るゾーン1ゲーム連ということで、ボーナス終了前に頑張るゾーンというのに入ってですね、ビッグなんですけども、1ゲーム連できるかできないかっていう演出が始まるんですけども、それで1ゲーム連成功すると、こちらに印がつくという形ですね。そこは頑張るんですね。そこは頑張ってください。はい。了解です。で、ど真ん中がビッグボーナス、頑張るアットボーナス当選という形になっておりますね。で、その端が天井到達ということで、天井が888ということで、もし頑張れば分回せばいけるかもしれないというレベルですかね。はい、で、下段がちょっと厚めのやつですね、スーパー頑張るボーナスということで、こちらスーパービッグですね。で、真ん中は1000枚オーバー、狙っちゃうゾーン、こちら特化ゾーンということで、ボーナスをストックのチャンスが期待できる特化ゾーンという形になっております。で、SP が8192分の1の奇跡ということで、まあ、これは5図柄と同じ確率になってますけども、フリーズですね。はい、はい、いわゆるプチュンというふうに思っていただければ分かりやすいんじゃないかなと思いますので、プチュンね、こちら結構ね、かっこいいというか印象的なねプチュンが見られるということになってますので、その辺狙っていただければいいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひね、その辺目指していただければ、頑張っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、フリーズの名前プリズム7と同じかよということで、そうなんですね。プリ7とゲーム性もよく似てるとね、いうことらしいんですけどもね。はい、その辺も含めて、ぜひ見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、じゃあ早速打っていただいてもよろしいですかね。はい、はい、お願いいたします。はい。何を。なんかね、必死ですね、ほんまに。必死ですね、本当にね。よく守護神。あ、開いてる。あ、守護神。ササミがいるって本当だ。くっそ、守護神が無理だ。守護神。立たないですね。テープで止めますか。守護神、テープで止めます。テープで止め、ちょっと養生、養生。養生で。よくそんな古い画像、本当古いって言ってもね、まあ2年前ぐらいなんですけど、はい、見つけてきましたね、本当にね。音大丈夫ですか？ああ、音いまいち下げてはないかもしれないね。音をなんか外から下げれるんでしたっけね、これ。でもなんか十字キーっぽいやつはないですけど。あれない。タッチパネルとかでなんか下げるとかなかったでしたっけ？ないでしたっけ？これ全部タッチパネルのね液晶ですけどもね、ダクセルさんの筐体。無理っすね。無理。ああ、中でしたっけ？一応じゃあ見ておきます。はい。一回じゃあ打ってみましょうか。そうですね。うるさいかどうか。はい。いきます。はい。じゃあちょっと回していただいて、はい、はい、もうじゃあ早速スタートでよろしいですかね。はい、ちょっとなんかグダグダあれないじゃないですか。グダグダで申し訳ないんですけど、じゃあ本日はね、キコナチャンネル、うおでかい。おお、キョウチェリー。はい。ちょっとでかいぐらいですか。ちょっとでかいですかね。でかいですかね。はい。じゃあ一回ちょっと見てみましょうか。あ、外から下げれるって言われてますけどね。どこだ、どこ。どこで下げるんですかね。こういうのやつか。はい。あ、グラフガイドって書いてある。あれガイドブックだけやな。どこで下げるんですかね。うっさいって言われてますけど、内部じゃない、内部だけじゃないとか言われてますけど、どうなんですかね。そうですね。はい。左下に無理無理って書いてますからね。そうですね。無理無理。おい鏡。どこだ。この中にササミがいるって本当なんだ。東さん。おい鏡。この中にササミがいるって本当なんだ。見てくれてんだ。ここか。うるせえですね。うるせえです。東さん見えない。外してください。一生この中にいればいいの。このド変態。一生この中にいればいいの。黙ったな。このド変態。ちょっと待ってくださいね。現在ね、音調整してますんで。うるさいよ、うるさいよって言われますけどね。ここのなんか縦に。この中にササミがいるって本当なんだな。どっち回したね。正直見えないです。今三なんで OK です。これでちょっと。あ、ボリューム出てますね。これ小さすぎます。どうですかね。あ、いいんじゃないですか。それでいいですか。ちょっとちっちゃいような気もするけど、多分演出始まったらそれでいいぐらいになるんじゃないかなと思いますんで。いいじゃない。はい。それでは、OK ということでね、大変お待たせしました。それでは行きたいと思います。キコナチャンネル土曜、神戸地方そろとかミッションミンゴ対決、パストロストラックアウト。本日はダクセル、ささみさん、あと頑張らないスロット。こちらで、頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、明日スタートよろしくお願いいたします。何の面白みもないじゃないですか、それ。確かに。ああ、養生テープが、養生テープが届けられましたね。届けられましたね。雑な守護神。いやー、トシハルが貼り付けられましたけども、いやー、なるほど、はい、ぜひね、トシハル、皆さんね、魔除けに使っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、どうしますか、検索ランキングに入ったら、いや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 、入んないですよ、そんな。これメインリールだけでいいですかね、あ、サブリールも打ち移した方がいいかな、こんな感じでいきますか、こんな感じでいきますかね。はい、はい、うい、こんな感じか、 O の K ですか、 O の K ですかね、こんなもんで OK でしょうか、よいしょ、 OK ですかね、はい、はい、じゃあこんな感じでお送りしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ちょっとねバタバタしてて申し訳ございません。はい、目押しできなくなる写真って言われてますけどね、間違いないですねこれね。はい、完全に魔除けですからね。はい、ということでね、いや本日もたくさんコメント、もうすでに200コメント以上いただいてますよね。どんどん読んでいきたいと。いやーめちゃくちゃ早いですね。早いですね。ガンガン読んでいきたいと思いますね。アミバマナダイ、ありがとうございます。頑張らないと聞いたのでということで、そうですね。頑張れよお兄ちゃんって。剣王が話題なのにスロット専門店なのということで間違いないですよね本当ね。そうなんですよ。はい。でもね入れようとして本社に一応掛け合ったということでね。そうですね。はい。北斗360台入れさせてくださいっていう風にね言ったらしいですけど。お前はバカかと言われましたね。ふざけんな森って言われたらしいですけどね。はい。松浦さんハード店長こんばんは。こんばんは。松浦流血しても頑張ってよということで、これは何ですか？アイススケートの羽生結弦君がねなんかね練習中の接触事故で流血したっていうね話が話題になってますけど、この話なんですかね。流血戦デスマッチとかそっちの方で。ああ大仁田敦みたいな。そうですか。プロレスネタね、私もね、望むところって感じなんですけどね。かかってこいって。ああ、そうですね。シール見せてって言われてますけどね。編集者がいる。あ、まだできてないということですね。もうしばらくお待ちいただければという感じですかね。編集者がいるから通報してきますね。刺激と深夜のオールナイトニッポンが始まります。間違いないですね。窓に何かいる。小さいから今日の小ネタがまだわからんって言ってますが、今日の小ネタはメディキュットじゃないわ。なんだっけ。ああ、あれですか、メグリズムですか。あ、メグリズムですかね、大変失礼しました、でしたね。ハード店長、東さんこんばんは、ついでにトシちゃんもこんばんは、ありがとうございます。アルフィー、ケンゴこんばんは、やってやるって。ケンゴは違いますね。はい。松浦さん、ニートシにハード店長こんばんはって。なんかこれ台が揺れたりするんですか、これ、バイブ機能ついてますか。バイブしますよ、僕の。高橋名人並みのこの連打。お、連打。これ全面液晶リールでねすごい派手な動きで面白いですけどね。女の子はこんな M 字します。M 字ねえ、M 字演出ですね。おネクストチャンス。おめっちゃ震えますねこれ。ねえなんかめっちゃ震えますねこれ。何これ243これとあなんすかこれ。あもう終わりましたよ。あさあどうなんだい。チャンス赤いチャンス若干熱いんでしょうかねこれね。そうですね。はい一応右から2番目ですからね。はいおなんか押しすぎだぞ。さあどうなんでしょうか。ほほさあこれささみさんゲーム性は周期抽選でしたかね。ですかね今、はい、ここになんかゲーム数がはい載ってますけれどもね。はい周期の減算で、ボーナスへの、チャレンジが選択されるという形ですけれどもどうですかね。そうですね、周期ゲーム数到達、ネクストキュービックへということで、チャンスゾーン、全長タイプお兄ちゃん監視システムとオカルトゾーン、自力タイプこちらの方に移行してボーナスを、解除を狙っていくという形になってますけどもね。なるほどですね。はいボーナスが疑似ボーナスになってまして純増 2.0 枚の ART じゃないですね ART ですねはいの機種になっております。どうでしょうかね。うるさいよもも肉主任クスとアイマスクうるさいよ青くねということで、ね、若干ね店内の照明の関係で青く見えましたか、ね、見えたかはねかもしれないですけどね、小さな糸で赤くね東さんダサパーカーかなーってやってますけどねどうなんですかね。そうですね今日はお休みいや違います。あ中抜けそうですねだったんですかね寒かったんで。あなるほどパーカー着用ということで、はい、なってますけどもね。チクショーいただきました。小走りでモーニング娘。になれるなら僕は君だけを傷つけない。何の話ですかね。今来ましたハード店長何してるの。はい謎のなんかビーズとかいろんな歌詞がそうですね混ざってますけどね、90年代後半のね、有名な歌詞がいろいろ混ざってる感じですけどもね、はい、最近パススローを始めたんですが、バジリスクとゴッドハーデス以外に面白い題はありますかって言われてますが、バジリスク、ゴッドハーデス以外、はい、あーなるほど、ユニバーサルの題がお好みの方なんでしょうかね。俺も大好きですけどもね、まああんまり目押しがいらないという点じゃないんですか。あーなるほど、最近始められた方ということはね、まだまだ目押しが、松浦みたいにうまくないということで、そうですね、はい、そしたらね、今日のささみさんなんかも別に目押しはそうですね、そうですね、いらないという感じですんで、はい、面白いかもしれないですよね。まあ液晶、全面液晶機というか、上に一応ね、あのメインリールあるんですが、はい、基本的には液晶リールを見ながら遊ぶという形で、そうですね、かなりね、あの派手な演出とかもあるんで面白いかもしれないですけどもね、はい、はい、どうでしょうか。ぜひね、まあお好みのコンテンツというかタイアップのね題が最近多いんで、好きな、ね、あの原作の題を打ったりするのが一番個人的にはいいんじゃないかなと思いますけどもね。そうですね、はい、どうでしょうかね。今日もタイのバンコクからです。松浦さん、店長、東さん、こんばんは。ということで、どうもいつもありがとうございます。バンコクから。はい。セロリのジュース、子供たちのカブトムシを添えて、意味がわかんないですね。ありがとうございます。そのダサパーカーはアンダー釣りの配給品って言われてます。違いますね。違いますね。私物ですね。はい、はい。その状態で売ってね。足つぼに悶絶するさだまさしのオールナイトニッポンゴールド。ああ、もう。おおお。何したんや。何？大丈夫ですか？セレクターエラーですね。ここに詰まっちゃいましたか？そして治らないっていう。お、アマゾンゲットということで、店長いきなりアマゾン来ましたね。アマゾンゲットしました。おめでとうございます。お、ダンボールマイナス5ゲーム。お、あら空振ってる。いや、メダルないですね。初めてのパターンですね。そうですね。ちょっと待ってくださいね。じゃあその間コメント読んできますかね。アイマスクしてかわいいね。誰ですか、私のリコーダーにカボチャの煮つけ詰めたのは。何の話ですかね。さあ、アマゾンはゲーム数減産の、特化ゾーンということで、はい、こちら周期ゲーム数を一気に減らすチャンスということで、今これどんどん減っていってますね。はい、セレクターエラーどうしますか。ターンエンド台に変えますか。いや、ちょっと変わらない。言うと、うるさいです。うるさいようるさいようるさいよ、東うるさいっすってね、やってますけどね。いや、間違いないと思いますよね。東主任のマイク一回切っとけば。ちょっと切りますか。そうですね、こっちか。ああ、169円持ち越しました。一気に減産と。そうですね、試合中断で電源切ってくださいって言ってますけど、東さん今ちょっとマイク切ってるんで、もしあの入れる場合は合図していただければと思います。お、なんだそれ、壊れたって言ってますけど、東さん5とかってね言われてますけどね。うるさいよ、壊れたってね。うるさいよ、はい、ちょっと待ってくださいね、すいません。さあ、移行先どれになるかというところですが、店長はまだこっからですか。はい、お、まだか。あ、お兄ちゃん監視システム来ましたね。こちらは全長タイプですね。チャンスゾーン、周期で入る全長ですが、期待度はちょっと低いですね。そうですね、2位ということで、どうでしょうか。あ、ズーマさんはどうですかね、大丈夫、大丈夫ですか。東弁償だよって言われてますけどね。店長何気に薄いの引いたって。あ、そうなんだ、アマゾンって薄いんですかね。そうなんですかね、はい、それ300ゲームですかね。ですかね。あ、ゲーム数がちょっと確かに一気に減ったのは薄いかもしれないですね。店長やっぱり今日も載せてるな、載せてるな、載せ高校ありがとうございます。ぶっ壊れた。店長さん CG は何の略ですか。 CG って何ですかね。 CG 何ですか。普通のコンピューターグラフィックスですか。ですかね。お、なった。いや、出てますね。あ、エラー出てる。エラー音鳴ってますね。治らない。OK、ちょっとリセットをさせていただきますんで、少々お待ちいただいてもよろしいですかね。申し訳ないです。ニートしに頑張ーってねやりますけどね、東さん頑張れないアットスロットってこと、ああ壊したーってねやってますけどね。ああ、お兄ちゃん監視システムは星4でも余裕で外したわーって方いらっしゃいますね。じゃあ2位だと結構厳しいんですかね。あんまり熱くないわけですね。ですかね。東タガメ食べるの確定やな。東さん頑張って、今日一本グランプリやってたから大喜利やろうよってなんですけどね、お断りします。はい、東くんうるさい音で米飛ばす、米伸ばす。ダクセルの社員見てないのかなって言いますかね。どうですかね、ダクセルの社員さん見てたらぜひねちょっと教えていただければと思いますけどもね。どうでしょうか。いきなりフリーズとは怖いなーってことでね、いやフリーズではないんですけども、はい、はい、さあ一応黄色まで来ましたがね、どうですかね。さあ山下の主張なんですかね。ジャグみたいに台裏にリセットボタンないって言われてますが、どうなんでしょうか。ボタンあるんですけどね、はい、セレクターエラーが解除できないという感じですかね。はい、リール動かないって書いてます。おあ、動いた。ショートロックスイカさあ、これで演出成功すればギャーということで、おう残念ながら解除失敗という感じですね。あんだけあれですか。お、なんかドームみたいに来ましたよ。軍予告熱いあら、さっきの分の減算しただけですか、もしかしてさっきの減算が169残ってたってやつでしたかね、それが一気に減算されたっていう感じなんでしょうかね。くそ、それだけやったのか、はい、ですかね。先週の配信、4つ目で見たけどすごかったという方いらっしゃいましたね、ありがとうございます。はいね、スラッシュね、入って、なかなかお見せできない部分ね、結構。あ、そっちの分ですか、はい、僕の競馬予想の方じゃなかったんです、ね、ああ、それは多分ね、皆さんどうでもいいんじゃないかなと思うんですけどもね。はい素晴らしいね、しかもスラッシュが相当めちゃくちゃ伸びて全然終わらないなとかねいう感じで、かなりねいいところを見せてきたんじゃないかなと思いますけどね。今日も先週のような神配信を見に来ましたと言いますけどね。お、治りましたか、東さん。お、治った。東君。マイク入れますね。東さん。はいはいはい。治りました。治りました、多分お待たせしました、大変申し訳ございません。いや、僕の40ゲームが、そうですね、これでいいかなとは、ちょっとリセットで、逆にリセットかかったんちゃうか。さあ、今まだ復帰中ですが、どうでしょうかね、治ったーって言ってますけどね、東主任の腕の見せ所を直してちょーってね言われてますけどね。はい、まあもう消費使った感じですけどね。そうですね。はい。最終手段ということで。そうですね。はい。いや、ナウローディング長いですね。長いですね。めちゃくちゃ長い。オッケーになってますけどね。全然画面が復帰しないという。ネオジオ CD ですか、本当に。いや、ネオジオ CD 懐かしいな。そんなにローディング長いですか。ローディング長いだよ。ね、めちゃくちゃ長いですけどもね。こんばんは。今日も沖縄から応援してます。ハード店長東君頑張ってね。と思いますね。ありがとうございます。はい。頑張ってやるって今日は頑張らない配信でしょうってね言われてますけどね。このプレッシャーシャーカーってやってますけどね。何？はい、どうなんですかね。シールくれわらわら。目に爆弾抱えてる松浦さんわらわら。いつ撮ったんだよ、目元がうるさいよってことでね、松浦の懐かし画像をね引っ張り出していただいて本当にありがとうございますって感じですけども。ほんまですね。はい。松浦がいつも言う言うこと。もう一つ見つけた、嫌だよ、そんなこと言う俺、人のことバカにできんな、年春わらわら、どこで見つけてくるんだよ、ね、めっちゃ笑ってるやんって言われてますけどね、若かりし頃の松浦ってことね、ムック店長就任の時の動画見たけど、ちゃんと向山って言ってたぞ、それなのに松浦はいきなり向山って呼んでたね、なるほど、おお、そうなんだ、素晴らしい、どうなんですかね、そんな向山って言ってました？ちょっとよくわかんないですけどね、すみません、はい、ちょっとウェスカーっぽいとかね、いろいろ言われてますけどね、若い姉ちゃん囲んで配信してたなーってことで、そうなんですよね、ありましたけどね、どうなんですかね、店長、よう見つけてきたなーとかね、言われてますけどね、路線変わったーって、松浦さん、店長さん、ズーマーさん、チョリースってやってますよ、チョリース、どうもこんばんは、店長集結の時にさっきの写真でやってください、松浦さんということでね、絶対嫌ですね、本当ね、やりましょうか、はい、離婚する前の時でしたっけって、まだ離婚してないですからね、はい、これはひどい。ハード店長エンデック好きすぎわらわらってやってますけどね、俊治から松浦の経緯を知りたい。いや、俊治から松浦に変わったわけじゃないからね。はい。芸名みたいな。そう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 。何も変わってないですからね、本当にね。はい。FB で上げとくわ。エンデック軍の森茂樹だもんね、仕方ないね。って言われてますけどね。そうなんですよ。はい。さあ、エンディック松浦検索しよう。エンディック。はい。この店長、そのうち関東酒パの放送もいじり出すぞとか言われてますけどね、はい、どうですかね、ちょっと見てらんないわ、さすがエンデック社員のハード店長ですねって言われてますね、あ1週間で一番楽しみな、はい、放送来たーって言われてますね、嬉しいですね、ありがとうございます、毎回入れてくれますね、この嬉しいですね、いや嬉しいです、本当に。はいこの写真の後離婚したんだよ、違います、最近なの、今と全然違う人みたいってね、やってますけどね。ファン缶だけにお客さんの反感を買うとメモをダジャレになってますけどね。なるほど。反感買うのはこちらだけでもやめてもらって、いちいち引き合いに出すのやめてもらっていいですか、本当に。はい。サイクロン俊治、これははずい、東健吾、バブリーな写真で、あファン缶、まあ仕事で全く行けないという方いらっしゃいますけどね、まあぜひ遊びに来ていただければ、はい、思いますんで、よろしくお願いいたします。あの抽選当たったことねえぞって方いらっしゃる中でね、テレビ当たりましたって方もねいらっしゃいますんでね。そうですね。はい。商品はあるんで誰かが当たるっていう話ですね。そうですね。はい。ぜひね、頑張って9時狙っていただければいいんじゃないかなと思いますので。そうですね。はい。豪華景品は当たらなかったけど景品のお菓子でお腹に当たりました。いや本当か、大丈夫ですかお店に言った方がいいんじゃないですかね、それね。えらいこっちゃですね。そうですね、鍵かけない方が悪いということで、これはチャリンコ盗まれたのは東さんが悪いという。そうですね、確かにですね、間違いないですけどね。なめきってましたからね、僕。ああ大丈夫じゃねえか、平和やと思ってたんですけどね、日本は。はい、信じてたんですけど、自転車泥棒とか結構多いみたいですからね。でもね、はい、去年ホームベーカリーが当たりました。キコーナではないですがということで、実際に当たったという方いらっしゃいますんでね。ハズレ6枚集めると茂らないバットがもらえるよということで、茂らないバットって何なんですかね、ね。はい、あるんですか、マジか神戸地方行くわということで、ね、ジャガー欲しい方は神戸地方来てくださいと。はい、ね、ジャロが怒りそうなことを言ってますけどね、はい、お腹がピーピーなのかで、ジャガーあるのか、さすが神戸地方やんってやってますけどね。サブローは何等ですか。サブローはあげません、はい、あげません。ダブルチャンスです。あ、ダブルチャンス賞にサブローが出現するということで、そうですか。ダブルチャンス賞っていうのはね、ファン感謝デーのくじありまして、ハズレくじも後ほどね、また全部終わった後にもう一回再抽選が行われて、これベルナビなんですか、これナビなんかな、これ大丈夫なんですか。押してみそう。あ、それナビですね。はい、あ、そうなんですか。まあ一応ピン太郎もね商品になりますんでならないですよ。なんでうちの犬の名前を完全に把握してるのかよくわかんないですけどね、ダブルチャンス賞っていうのがあって、外れた方もね、再び最後に、もう一回大規模抽選行われて、豪華景品がね、当たるチャンスがあったりしますんで、そうです、はい、ぜひね、諦めずにいろいろね、くじ引いていただければなと思いますけどもね、どうでしょうかね。はい、俊治の写真は景品にありますか。ありませんね、本当ね。松浦懐かしの格好で MC してって言われますけどねこの格好ですね。はい、どうなんですか、天地無用に出てくるささみさんかなということで、これ原作天地無用ってまたちょっと別なんですか、一緒なんですかね、俺ちょっとよくわかんないですけどね。全然違うと思いますけどね、天地無用ってなんか全然違う話でしたよね。はい、なんかそういえばそういうキャラクターいたような記憶もありますね。ああ、でしたかね。前回は風邪ひいて参加できなかった東真也はメガネじゃなかったって言ってますが、そうなんですよ、メガネかけてくるの忘れてましたね。ああ、そうですか。はい。なんか放送で言われた次の日ぐらいはメガネかけてきてて、そうなんですか。何意識してんねんみたいな話だったね。ああ、そうなんですか。勘違いしてたかもしれないですね。ああ、なるほど。一応ね、放送後ぐらいはね、ちゃんとね、お客様に分かるようにねしようって感じですけどね。ジャガー修理に17万もしたんで、そうですね。今日はコンパニオンと仕事してる時の松浦さんのあるあるを聞きに来ました。あるあるもクソもないよ。教えてくれ。教えてくださいよ。あるある教えてくれ。女の子はね、すぐへそ曲げるんで大変なんですよ。へそ曲げられるんですか。スイーツとかで気引かないといけないんですよ。ここにいてますからね、ここに。そう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 。その横にね、コンパニオンの女の子とかね、いるんですけど、あとね、まあそれどこの会社もそうだと思うんですけど、普通当たり前っちゃ当たり前なんですけど、時間延長とか生放送って割とフレキシブルに時間じゃあ延長しますかとかって言うじゃないですか、はい、そうすると女の子がじゃあちょっとすみません、本社に確認して OK もらって、その分お給料が出るかどうかちょっと確認するんで待ってもらっていいですかっていう、リアルですね。いや、細けーとか思うんですけど、はい、いや松浦さんの横におられる方なんですけど、はい、僕、福知山におるときに、はい、一本の電話がかかってきまして、はいはい、セミナーに参加しませんかって言われて、へー、はい、で何々代表の何々ちゃんも来ますんでってめっちゃ言われるんですけど、はい、その時存じ上げてなかったんで、はいはい、そう言われてもっていう気持ちやったっていう、アイウィッシュの愛ちゃんが来ますんで、ぜひセミナーに参加してくださいっていう、アイウィッシュの愛ちゃんが来ますんでって言われたんですけど、はい、誰やねんみたいな。そうなんですよだからどうしようかなって思ったところ。ああ、なるほど。まあアイウィッシュっていうねコンパニオンの会社があって、そこのね、はい、女社長の愛ちゃんと一緒にね番組させていただいたんですけども、いやその時松浦さんが来てると知ってたら僕も行ってたんですけど、ね、ああそうですか。はい、あれ福知山時代か、店長があれですよね、パチンコを元気にする会のセミナーがあった時、元気にする会とはまた別やったと思うんですよ。あれまた別でしたっけ？別なんですよ。そのアイウィッシュの方から直接電話があったんは、へえっていうことらしいですけどね。はい、ラホールナンバーぐらいでやってたんじゃないかな、はい、ああですかね、はい、なってますけどねその時松浦さんのことも知らないやろうって言ってますけどね。まあまあそうでしょうね。そうですね、はい、でも僕一回松浦さんのセミナーぶっちゃけ2年前近くに受けてることは受けてるんですよ。俺のセミナーって何のやつですか？なんかね、多分、はい、なんかマスクした人らがなんか放送してるのをなんか案内してたような気がするんですけどね。ああ、動画のセミナーですかね。いや大昔ね、ちょっと松浦セミナーやってこいっていうふうにね言われて、はい、最近パチンコ屋さんねこういう動画やったらねお客さん結構増えてますよみたいなセミナーをねやらせていただいたこともあるんですけど、そんな前からあったんですね。ああ、はい、そうなんですよ。宗教の勧誘ですかって違いますよね、本当にねはい、全然違いますよ、本当にね。宗教かで違いますよね、本当にね。そんな感じですけどね。ささみさんにはスチスあるってありますが、どうなんですかね、スイカチェリースイカのね、特別離婚確定薬。そうですね、はい、今のところ取りこぼす気がしないですけどね。ああ、そうですね、全部入ってきますからね、はい、スチスが出るのかどうかは微妙なところですけどもね。どうでしょうかね。アンパンマン、アズパンマンお腹すいたって、アズパンマン出ましたよ。いや顔はでかいですけどね、上げれないんですよね。上げれない。はい。軍走ってるんですかそれ。また一気に減産ですかね。アイウィッシュの相手歌手のパクリ。歌手のパクリってわけじゃないでしょうけどね、激アツですよ。宗教の。赤まで行きました。お、赤。強チェリーですかね。はい。ハード店長、さっきの松浦さんの写真を見て思ったことを久しぶりの天心木村の詩吟でやってくださいって言われますけどもこんなのやらないですよね、当たり前ですけどね。やってやるってやるのやってやるって。ああ、そうですか、やってやるって。ハートが強いですね。はい、まあね、2年前の松浦さんビーチで裸で車の上で水かけられて喜んでたこの黄色のサングラスキレ悪っ最後に一言言おう思ったんですけどね、はい、何も思い浮かばなかったそんな状態でよくやりますよね本当にね、整ってないのにやり始めるってことですよね。いやー、今日 JP さんおったらね、はい、まだある日結成できたんですけどね。ああ、そうですね結成してるんですかあれ、はい、残念ながら今日はね JP さんちょっとお休みということで申し訳ない。中途半端すぎるわらわらわらってやってますけどねはい、いろんなことやってるな松浦さん。松浦ネズミ講やってたのって、ネズミ講じゃないですよね、本当に遠隔論破のセミナーって違いますね、宗教なんて全然違いますよ。レアこぼしはベル変換しちゃうからないはずということを言われてますね。こぼすのは一応こぼしはあるってことなんですかね。なるほどですね。目押ししないとこぼれるってことなんですかね。ちょっと分かんないですけどね。松浦パパは子供お風呂入れたりするの？お風呂入れますよ、今日も入れてきましたよ、本当にね。ささみさん、原作好きだから打ちたいのに置いてるホールがないという方いらっしゃいますね。置いてますよ、3台も全パネル置いてるねお店がここにありますんで、神戸調子ロとかぜひ遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ネズミ講犯罪です。マルチは合法です。違いは分からんけどありがとうございます。マルチショー、はい、そうなんですかね。中途半端すぎる、難しかったですね。で、体調の悪い時のうんまる子みたいなキレの悪さ知らないよ本当ね。だいぶキレ悪いですね。いや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 、何の話ですかね。なんてこと言うんですか本当に。何も思い浮かばないほど数年前の松浦わらわらわらってやってますけどね中折れ感半端ない。今日女子マイマイということで、そうですね、マイマイ今ね横で手伝ってくれております。見切り発車わらわら。今日はなんとか玉じゃねえってありますが、なんとか玉って何なんですかね。ちょっとわかんないですね、すみません、はい、うるさいよ、液晶レール目押し対応でしょということで、あ、液晶レールで目押し対応なんですかね、これ、なんかタッチパネルで、なんかあるんですかね、リール止めれませんでしたっけ、無理っす、あれ、無理、無理っす、無理っす、前の、このやつで止めれませんでしたっけ、あれ、違いましたっけ、プリン7っていうか、ダクセルさんのこの筐体を最初に使ったのが、なんだっけ、スターさんだったような記憶があるんですけど、あれ一緒の筐体なんですか、あれ違いましたっけ、あの筐体一緒ですよね、あれね、スターのあれですよね、2027 リバイズとかリボルブとか、はい、確かに最初の頃は何でしたっけ、A タイプのねやつありましたけど、はい、いろいろできましたよね、はい、そうなんですよ、リールの位置変えたりとかね、リールの大きさ変えたりとかできて結構面白かったんですけど、どうなんですかね、ちょっとわからないでボーナス行為定期コメ入ります、店長東主任にアグネス・ラムのモノマネを強制的にさせて、強制的にさせましょうか、はい、もうそろそろこれ定期コメなんだ、いやーただね、はい、喋ってるとこ見たことないですけどねアグネス・ラム俺も声どんなのか全くわかんないですけどね、この前ねあれですよ、はい、なんかね、はい、お店が休みの日にまあまあ夕方で仕事が終わったんで、はい、まあみんなでホルモンを食べに行ったんですよ。そのホルモン食べに行った後に、はい、横のやつですよ、はい、横のやつがちょっと1ビって、はい、店長一番注意しましょうよへーって言って行ったんですよ、はい、おボーナス確定、そしたらそこでこち亀置いてあったんで、店長ボーナス確定です、あくっそくっそこち亀のくだり言わせるよ、ほんまこち亀って何、漫画ってことですか、はい、こち亀の初めの頃はアグネス・ラムがよく出てくるんですよ、へえ、はい、大体あれなんですよ、何の話で結局何なんですか、僕のそのくだりいりました、1ビル部分いらないような気がする、まあ正直いらなかったっす、あ、いらなかったってことね、はい、さあということで東さんボーナス確定、最初に引いたのは東さんという形ですね、これがリセット詐欺か、あ、これまだでもあれか、ビッグかどうかわかんないんで一応まだ印つけない方がいいですね、そうですね、はい、ビッグだと頑張るアットボーナスだと真ん中に印がつくという形になりますね、わけもあるからわからんってダメなんですか、レギュラーだと一応印はつかないですね、昇格っていうのがあって昇格すると印がつくような形になってますけどもね、はい、どうですかね、いや本当今日コメント多いですね、ありがとうございます、見た目で分からなくなるだけ、払い出し枚数が変わらないということで、こぼしでも枚数は同じということですね、でベルに変換されるという感じですかね、目押ししないと特殊役何か分からない、表示上はベル揃うよということらしいですよ、はい、なんでまあ演出、ナビが来たら目押しで狙えばいいということなんですかね、ネギ玉全約9枚なのでそこでお察しくださいということ、なるほど、全部同じ枚数になっているという感じですね。そう、その人ささみさんを知らないんですがアニメとかあるんですかということで、こちらはアニメがあるんですかね、ささみさんあっと頑張らないっていうアニメがあるんですかね、なんかこれボーナスで、ミニゲームができるタイプと、原作をそのまま見ることができるタイプと2つ選ぶことができるということで、原作みたいです ね、完全に原作をそのままぬるっと見ることができるという形になってますね、まあ、これが全面液晶というか大型液晶機の、ね、特徴かもしれないですけども、ぜひね、その辺お見せできればというところですけどもね、はい、うるさいよ、松浦の2年間での功績、キコ営業成功と毎々誘拐ぐらいそうですか、なるほど、まあそれでもいいですよね、ありがとうございます、松浦さん、堅固の屋台が本当に見つからないので場所と地図の開示をお願いしてってことで、開示をお願いしてって言われてますけど、うわ、ばあちゃん、これ堅固の屋台がね、あー、バーですね、あれお化けですか、目押し失敗するとああいうふうに砂が流れるような演出で、なるほど、はい、頑張るチャンスということで、残念ながらバーですね、そうですね、はい、週1しか働けなくて生活できるんだろうかと思いますが、これ何の話なんですかね、屋台のことじゃないですか、あ、屋台なんですかね、ネギ玉か2027どうしてああなったということでね、2027初代俺も結構打ちましたけどね、一緒だよって。液晶レールってなんか台の都合で止まるとこ決まりそうで嫌だなということで、まあ、確かにちょっとそういうね、押したところで本当に止まってるのかみたいなね、気持ちは分からなくはないですけどね、ねぎたまくんは既婚は月曜のみです、既婚はということで、まあ、他の法人さんの、ね、放送今いっぱいやっていただいてますんで大丈夫ですよ、ささみさん作ってる会社一緒だからということで、あ作ってる会社一緒なんだ。なんだっけ、作ってる会社ってレインボーです。レインボーこれはビッグなんですかね。以上、まあ、多分全長でレインボーまで行きましたね。そうですね、もうこれは確定っぽいですけどね。そうですね、作ってる会社ってエピクロスだったっけ、なんか有名なね、制作会社さん作ってるって話だったような記憶がありますけどもね。初代2027って本当に潜水艦再潜水ボタンってあったんですか。そうなんですかね、どうなんですかね。スーパー狙っちゃうゾーンもミッションクリアですかということで、こちらもミッションクリアとさせていただきます。1周期最大ゲーム数でかいから自力出ないとやっぱり長いなということで、そうですね、減産でどんどん減らしていかないと、周期だと結構300ぐらいあるんで結構きつい感じですよね。そうですね、はい。さあ一応昇格抽選中というふうになってますが、どうですかね。いやー、僕はビッグ引きますよ。お、引く。18かよってやってますけどね。でもキコーナーの社員さんの良さやお店の好感度を上げたのは松浦さんとマイマイの功績だと思うって言われてますよ。ありがとうございます、嬉しいですね、本当にね。いやー、本当ありがとうございます、ありがとうございます、本当にね、はい、はい、拝んでますけどね、ロシアールをね本当にね。いやー、まあでもね、キコーナーさんの本当に面白いスタッフさんがね、たくさんいるっていう部分をどんどんお見せできてね、ファン増えていただいているという形ですね。嬉しい限りですけどもね。はい。もう僕らとゲスですけど、やっぱね、はい。マイマイさんとマイマイさんがやっぱりね、好感度上げてくれてるんで良かったです。あ、そうですか。僕と東はドゲスですから。あ、ドゲス。ドゲスなんでなんだけど、マイマイさんが好感度上げてくれたんで。そうですね。はい。良かったということで、松浦さんは？松浦さんが相乗効果で僕らを土下座にして知らないよ。そうですか。なるほどね。はい。でね、土下座が言ってますけどね、どうですかね。わけもあるからわからん。リセット挙動での当たり主任って言われますが、これはどうなんですかね。リセット挙動ね。あ、テンションバーですね。残念っす。ああ、残念ながらビッグが来ないという感じですね。定期コメ貼ります。2人の人生は頑張ってもどうにもならない。ありがとうございます。アグネス・ラムは世代じゃないからわからんということで、アグネス・ラムの世代は40代とか50代とかそのぐらいになっちゃうんじゃないですかね、多分ね。はい、俺も36ですけど全くかすってない感じですけどね。鉄拳の映り込み邪魔だなってことで、今ちょっと綺麗になったんですかね、どうですかね。どうでしょうか。松浦さんお願いします。遠隔ですかねえよこの野郎。ありがとうございます。伊藤園のお茶にね、スライムたちが景品でついてるんだよ。スライムつむりが可愛すぎた。ああ、そうなんですね。店長花澤さんのモノマネよろ磯野くんありがとうございます。クオリティは高いですよね、本当にね。定期込み貼ります。建設に時間がかかる呪われた森家。ああ、建設ですか。はい。いやー、実はですね、今月末ぐらいにもうできそうなんですよ。お、もうあとじゃあ1ヶ月もないうちに。そうなんですよ。サブローの家が、はい、サブローのおしっこですぐ汚れてしまう家で家が完成するということで、はい、いやー、おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひね、完成した暁にはね、新居森家からね、配信できればと思いますのでほんまですか。はい、はい、やりたいですけどね。じゃあまた木曜日にでも、木曜日、はい、土曜日ではないですね。そうですね。ああ、なるほど。一応森口市にありますんで。ああ、なるほどなるほど、はい、そうですね。ボーナスで原作見たけど面白そうだったということで、こちらビッグだったら、原作見ることができるという感じなんですかね。はい、松浦さん時間を止めてください、課題が間に合いませんということで、まあこれはね、諦めることも必要ですからね見てる場合じゃないでしょそれ。さすがにまあね、全部やろうとしても人間無理だから諦めればいいんじゃないかなと。そうですね。夏休みの宿題も31日開始っていうのがベターっすからね。デフォですからね、それがね。アニメ制作はこっちの業界にも版権を持ってきてるシャフトだから映像だけはいいんやということで、あ、シャフトで、ね、それも有名なアニメの制作会社ありますけどもの映像らしいですよね。店長ドラえもんのモノマネやってのび太くんもう花澤さんですからね、完全にね何やってるのわらわら、大丸方遠隔はあります。ありがとうございます。目押ししっかりおぼかた松浦の呪い。すいません、眠くなってきたので寝ますということでね、あー、寝ちゃうみたいですね。残念ですけどね。はい、おやすみなさい次に打つ予定のスロットはありますかということで、来週のお話ですかね、何打ちますかという感じですが、いやー、来週はあれですよ、生田川遠征がありますので。あ、来週生田川。そうですそうです。遠征。歌川に遠征しますんで。あ、もう決定してる。はい。俺今初耳なんですけど。いやいや言ったじゃないですか。え？先週も言ってたじゃないですか。言ってましたっけ？はい。15日は歌川行きますんでって。あ、そうでしたっけ？はい。あ、完全に忘れてました。あ、そうでした。大変失礼いたしました。ひどい。あ、じゃあ来週は生田川からパチンコをお届けする感じですか？そうですね。スロセンだってたまにはパチンコ打ちたいんだいあい配信です。なるほど。ちょっと神々ですけどもね。あ、ボーナス確定。これが噂の1ゲーム連。おおですね。あ、でもストック入ってたってことですかね。なるほど。何なんですかね。ちょっとよくわかんない1ゲーム連ですけども。しっかりしろよ松浦。すいませんね本当にね申し訳ない。レギュラーが6セットで終わると設定6確定だけど見せてくれるよねって話。あ、そうなんですね。今は何セット？ 2 セットって言ったね。はい。なってますね。今第3周期だから期待できる。ああ、なるほどね。おやつみなち、そろそろハード店長の煮詰まったチキショー1週間が聞きたいなってこのコメントは何なんですかね。毎回来ますけど、そうですね。やたらチキショー1週間聞きたいというね方いらっしゃいますけどね。他の放送を見てもチキショー1週間のリクエスト全くないですからね。そうですね。この曜日に関してはねハード店長のチキショー1週間がめちゃくちゃ聞きたいというね感じですけどもね。どうなんでしょうか。あ、ただ確定なだけじゃない。来ましたわらわら。来ましたよ。はい。店長今日も能勢高校だねってですね。どういうことですかね。どうなんですかね。乗せてるってこと。ああビッグ。おめでとうございます。ようやくこれで印がついたという感じですね。来ましたね。はい。頑張るボーナスということで。さあどっちにしましょうかね。ストーリーモードとチャレンジモードありますがどっちいきますか。やっぱりあれですね、僕はチャレンジしますよ。チャレンジモードでどうだ楽曲を選ぶことができるというね。楽曲めっちゃ多いじゃないですか。そうなんですよ。全部7曲ね入ってるという感じで新曲も入ってるという感じらしいですけどね。そうですね。じゃあハードイコールシンフォニーって感じがするんでなんとかシンフォニーで浸透圧シンフォニーですね。はい。さあということでビッグ頑張るアットボーナスですね来ましたけどもね、おまかせ選んどき。ああなるほどね。ハードアットチャレンジできないシンフォニーとかね言われてますけどねどうですかね。はい、初代ゴッド今日初代ゴッドでゴッド揃い確定したのに左ボタンを押したら右リールと待って払い出し15万円払い出しっていう方いらっしゃいます。どこのお店なんですかねこれね。ゲームセンターちゃうんですか。あ初代ゴッドってそうかそうですよね。4号機の話ですかね。はい、厳しいですけどもね、こんばんは松浦アルバイト主任ハード店長ということでありがとうございます。こんばんは。20年後には CR 妖怪ウォッチとか出てそうということで確かに出てそうですね。はい。まあやっぱりボリュームゾーン30代か20代後半から30代の方のズバッとくる判件を取りに行くみたいなね話を聞きましたけどもね。秘宝俊春邪神となるありがとうございます。桜井は好成績残してないの。桜井って JP さんのことですかね。まあ多分そっちの方でですかね。JP さん好成績残してますよね。ありがとうございます。はい。でも最初は社長と松浦さんとかの悪ノリでしょうって言ってますが、最初っていうのはどういうことですか。彦のチャンネルの最初ってことですかね。いや社長は全く関与してないですからね。そうですね。社長は全く関与してないんですけど、最初は完全にウェスカーですね。ウェスカーがなんか面白そうなことやろうぜ一緒にみたいな感じで始まった感じですけどもね。松浦さん東主任かっこいいと言われてますよ。ありがとうございます。マイマイは偉い。ありがとうございますね。キコも駅前でこじんまりした店出店してほしいんだよな。大型店苦手なんだよなって言われてますけども。ちょっと今さっきのコメントで店長が店長もかっこいいって言われてたんじゃないですか。いや違います違います。マイマイさんが偉いでヤンシーとトシハルがかっこいいって言われて僕だけスルーされたくないもん。ああじゃあちょっと急いでみんな刺激かっこいいっていうねコメントを入れていただければと思います。マジタッチって書いてあるんですけど何も起きないっす。何も起きない。おこっからか。あその演出がってことですね。なるほどなるほど。店長家ください。これタッチしてるのはダメじゃないですか。しまった。ああ枕投げバトルまでね、あと1ゲームとかなってますけどね。どうですかね。刺激かっこいいって言われてますよ。ほらよかったですね本当にね。かっこ1000円なかったですか。いやかっこ1000円とは書いてないですけどね。孤立のハードって言われてますね。いや秀樹かっこいいってちょっと違う人ですけどね。最上ですねそれね。あれですね。チーマルコちゃんのお姉ちゃんですね。そうですね。さあ頑張るメーターアップ。刺激面白い、刺激かっこ悪いでね、演出武者と店長とやりますけどね、これちょっとなかなかとっつらかってて、どこを押したらいいのかとかはね、最初はちょっと難しいかもしれないですけどね、分かりづらいです、はい、慣れてくればいろいろ面白いポイントが多分いっぱいあるんでしょうね、これね、はい、なんか相当やり込み要素が強いというか、飽きない感じにはなってますけどもね、いやー、面白いです。はい、刺激かっこいいとは嘘でも言えない。青のメーターアップはサミからの。そうですね。刺激かっこいいねって言われてますよ。ありがとうございます。B が出ましたね。そうですね。店長いい旦那になりそうですねということで、これ女性の方ですかね。言われてますけどね。はい。どこまでなんだっけ。あ、駅前店でこじんまりした出店をしてほしいというご意見があったんですが、まあ一応実際の小規模店舗もあるんですけどね。結構ありますよね。今津とか。まああとどうでしょうね、J 山とかもそこまで大きくはないですね、そうですね、阪神間のお店とか、結構小さい、お店とか、伊丹とかもそうですし、扇とかもそうですね、扇とかもね、そうですしね、割と駐車場なくて、駅前で300台クラスとか、はい、はい、こじんまりしたお店、結構ありますんで、そういうね、雰囲気がお好みの方は、ぜひそういうお店、行っていただければと思いますけどもね。本当です、はい、まあそういうね雰囲気がお好みの方ももちろんね結構確かにいらっしゃるのかなという感じがありますけどもね、松浦はドゲスの星の王子様です。ありがとうございます。ハーデスの新しいのはドックが主役なのって言いますが、新しいのはあれパネル違いですかね。犬のパネルっていうだけですね。ノーモアドックパネルでしたかね、はい、の、パネル違いなんですけども、中身は、同じ、アナザーゴッドハーデスという形になってますのでね、犬が多いとか、犬が主役とかっていうのはあまり関係ないという感じですかね。キラボシやってよ。キラボシありがとうございます。早かったです。店長が早速持ってきた感じです。松浦さん、愛知と三重にキコーナ作ってくださいって俺に言われても困るんですけども俺それ権限持ってる人じゃないんで、まだ店長の方がね上に伝えるルートを持ってると思うんで、ぜひこれは店舗開発の部門の方にお伝えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。新築って森家の新装開店には何時に並べばいいですかということで、これは何時ぐらいですかね。そうですね、9時半ぐらいに抽選するんじゃないですかね。なるほどね、混雑防止のためにね抽選するということで、ぜひ並んでいただければと思います。ポストに餃子に入れに行くから新築の場所教えてってやってますよ。出た、餃子出ましたね。恐ろしいね、森口店のスタッフさん、天賀川瀬さんのね、餃子事件がありましたけども、どうでしょうかね、どんどんね個人情報がばらされていくスタイルですけどもね、森家に並べばサブローもらえますか。サブローはあげません、あげません。サブローはね、本当に溺愛してるねワンちゃんなんでね、あげないと。サブローでもね、今ちょっと散髪しばらく行ってないんで、正直、臭いっすよ。洗ってあげてくださいよ、そんな、かわいそうですから。あるならそろそろバーストエンジェル持ってきてもええんやでということで、これ持ってくるってどういうことなんですかね。配信すればいいってことですかね。なんですかね、はい、バーストエンジェルはちょっと残念ながら未導入ですので入ってないという形ですかね、申し訳ないですけどね。梅北店が頑張って配信してくれるはず。そうですね、梅北は入ってましたけどもね、はい、遠征ってしっかりしろ松浦、初耳ざわざわってね、申し訳ないです。生田川でやるっていうの完全に忘れてましたけどね、大変失礼いたしました。キコーナ東海地方に欲しいねというねコメントありますね。ぜひこちらのご要望としてね、本社の方に伝えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。水曜日の会社説明会で頑張れば家を建てるっていう配信をしたらいいんじゃないですかって言われますけどね。なるほど。まあまあキコーナでドリームを掴んで、ね、実家を建て直したっていうね、ドリームを語ればいいんじゃないですかということなんですが、店長一回もう一応出てねいただいてますからね、水曜日の配信ね。弁蔵店長出るのーって言われてますよ。弁蔵店長もちろん出ますよ、はい、生田川店店長、弁蔵店長も来週は、はい、出て一緒に、ね、パチンコ打つという企画になってますんで、ぜひ、お楽しみにしていただければと思いますね。いいね。東の同期は誰がいるのーって言われますが、東さんは配信出てらっしゃる方で同期の方とかって誰かいらっしゃいますか。誰かいたかな、同期で、はい、ちなみにこれ何のステージですか。これそれはね、通常の中で結構いいところ、いい、なんていうんですかこれ、そうですね、天孫降臨ステージ、一番上のステージですかね。なるほど、はい。もうゲーム数が、周期がハテナになってますけどね。そうですね。はい。さあ、頑張るゾーン来ました。これで1ゲーム連確定させれば印がつくというところですが、どうでしょうかね。右上に一応高確率ってなってるねってやりますけどね。ハード店長、信頼北斗の剣、剣吾打ちましたーってありますけど、剣吾実はもう2回打ったんですよ。お、剣吾打った、はい、剣吾どうだったんですか。剣吾ね、はい、今のところ負け越してますね。ああ、残念ながら勝てなかったという感じですかね。はい、神戸中央はエリマネ放送に出たことあるんで、あるんってありますが、神戸エリアのエリアマネージャーね、いらっしゃって、俺もお会いしたことあるんですけども、はい、放送にはエリマネは放送には出られたことはなかったんですかね。今のところはないんじゃないですかね。なかったですかね。はい。まあね、神戸エリアの店長集結とかに来ていただいたりするのも面白いかなという感じがしますけどね。来ていただきたいですけどね。はい。どうですかね。ちょっと一応ねお話は投げておきますかね。じゃあね。はい、剣吾って東兄、そうですね。マジハロみたいなデメ。生田川でキコちゃんで流行の手入れ真剣楽しみですということで、ね。灯籠剣の使い手みたいになってますけど、ね、ガラスを開けてへそに直接ね、手で玉を入れる、手入れ神経の使い手、なるほどね、こちらにも刺激というね使い手いますんで、一応手入れ5段ですから、お手入れ5段手入れ5段ね、手入れ師範代のね大東店松原主任がねトップに君臨する形ですけども、ちょっとまっちゃんに負けてるのが悔しいですけどね。いやーでもね、実際ね俺生で、松原さんの手入れ見たんですけど、確かに滑らか、確かに滑らかだし、保留をね凝視してですね、完璧なタイミングで手入れするというね、さすが師範代って感じでしたけどもね、びっくりしましたけどもね、ぜひその辺も期待していただければと思いますね。お兄ちゃんのないカペ、北海道をできたからキコーナにお土産買ってきていいって言われてますが、いやーこれはまあ嬉しいお話なんですけれども、まあ恐縮しますね、ぜひお気持ちだけっていう感じでよろしいですかね。お土産話で結構っす。そうですね、お話聞かせていただければいいんじゃないかなと思いますんでね、はい、ぜひ北海道行ってこんなことありましたこんなことありましたみたいな ね、旅打ちしてこられたらね、その辺のお話とかもしていただければいいんじゃないかなと思いますんで、松浦さんはすすきのトークオンリーでいいって言っておりますので、いや俺すいません、マジレスするとすすきのに遊びに行った記憶というか経験がないんですよ、まだその、いわゆるすすきののなんていうんですかね、歓楽街に行った記憶がなくてですね、記憶がないというか行った経験がなくてですね、どういうところなのかいまいちこう分かんないんですが、なるほど、店長あるんですか。実はすすきのでホテル泊まったことあるんですけど、その時も普通に友達とみんなで6階建てぐらいのまあ大手さんで普通にあれです、スロット打ってました。スロット打ってた。大手の法人さんで。そうですね。関東のさんで。関東のさん。よくわかんないですけど、それだけだと。はい。ということらしいです。ああ、なるほどなるほど。あ、ガガさんで。そうですね。レディーガガで。レディーガガさんで遊んでたということで。ということらしいですけどね。そうですね。まあまあまだその頃言うても20歳ぐらいの時ですけど。なるほどなるほど。ね、なかなかね面白いお店いっぱいあるという話ですけどもね、どうですかね、名前をねどんどん書き込まれてますけどね当たってるとか外れてるとか言わないですからね、本当にね、目の前にドン・キホーテがあったのは確かです、ね、ああなるほどね、まあいろいろね、歓楽街で、飲み屋とかね、お姉さん系のお店とかね、パチンコもたくさんあるということですけどもね、流れ川はとかでも広島の流れ川ですかね、広島の流れ川もねほとんど行ったことないんですよね。中洲はあれですか、歓楽街ですか、広島にね流れ川って言って、まあ、飲み屋街みたいなところがあるんですけども、まあ、歓楽街ですよね、有名なね、ありますけどね、あんまり行った経験ないですね。中洲はね、俺前の仕事をしてる時に毎年結構福岡行って、福岡のその業界団体の組合の偉い方にこう連れてってもらってですね、なんかすごい結構高級なクラブみたいなところにね連れて行っていた、そう、大阪から来たんですって言ったらね、なんか明太子をこう最後に渡していただいて、これ持って帰ってくださいみたいな、すげえみたいなねとこね連れて行っていただいた経験あるんで、中洲さん面白かったですけどね。お、200も、お、一気に減産、これは抽選行きますね。もうちょいですね。広島にもキコーナ作ってって言われてますけどね、ドンキありがとうございます、息子がしゃぶっちゅうのわらわらわら、近くのガーマル、もう目の前にドンキあるな、そうなんですね、すすきのは商店するにはもってこいの街、あと DJ ラオウ、DJ ラオウさん、これ本人 DJ ラオウさん、DJ ラオウ太郎さんですか、DJ ラオウさん、これ本人さんですかね、ほんまですか、ご無沙汰してます、松浦です、どうも、すみません、はじめまして、ハードと言います。本物なんですかね、びっくりしてますけどね、営業中にも俺にも手入れ神経を教えてほしいと言いますけど、営業中は残念ながらできないんだ、申し訳ない、即刻つまみ出しますよ、うちの店でしたら手入れ神経でしかやってもらえない、そうですね、スロットではね、手入れ神経全然 OK ですんで、頑張ってやっていただければと思いますね。やってやるってハード店長、やっぱり今日も謙虚やな、謙吾、ありがとうございます、好きですね。そうですね、広島は個室がダメだから隣の声がだだ漏れてんてんてんそうなんだ、広島にも貴重な作ってって言われましたよ、本当にね、全国からこういう声いただいて本当嬉しい限りですね。京都ではどこに行ってるのってことで、京都はね、だからそういうお店行ったことないんですよ俺。京都の別の法人さんでライターの川原みのりさんとイチャイチャ放送したっていう経験しかない経験しかないです、ね、はい、まあそれをね、浮気したとかみんな言ってるだけなんですけど、京都の話はね、ぜひ高脇店長に聞いていただければ分かるんじゃないかなと思いますので、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、松浦の地方妻の話って違いますよね、本当にね。松浦さん、水曜日と同じように東主任に MC させてって言われました。東さん MC したい？いやあんましたくないです拒否ということで、ちなみに水曜日は誰がやってたんですか？バロンですか？そうですね、バロンさんとか、あと東大阪店のズッキーさんとか、はい、女性のねスタッフさんとか、ベイアンさん、鶴見のねベイアンさんとかにやっていただいたんですけども、なるほどですね、はい、グダグダ感をお楽しみいただいた感じですけどもね、滑舌悪いんで嫌なんですよね。ああ、そうなんですか。いやでも全然東さんだったらねやれそうな感じですけどね。そんなおだてても何も出ないんで、はい、ダメですか？無理っす。ああ、そうですか。拒否ということでね。そうです、はいみたいですよ。なんでカメラ目線で一発くれるのかがよくわかんないですけどね、本当はね。はい、ブラジル人嫁の話か。これ使って MC する？いや、いいです。それをいちいち出さなくていいですからね、本当はね。シティボーイズヘルスタワーのことかと思ったらガーマルアだったでございます。ああ、そうですね。早急のファフナー最速で入れてねということで、ファフナーってスロットなるんでしたっけ？12月に一応あれですね。あ、予定されてる。なるほどなるほど。はい、ということで、まあ、導入されればですね、また告知させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、松浦さん、京都を怪我さないでください。怪我してないよね。正直あれですね、はい、京都のはんなりしたイメージが松浦さんにすべて覆されてます、ね。いや、何をもってそういうことを言ってるのかが意味がわかんないですけど、ね。あ、オカルト来ましたね。これ、自力解除。レア薬引ければというところですが、どうでしょうか。印が一つねつくという感じですが、東さん、今日まだ一つも印ついてないですね、今日ね。そうですね、はい、そうなんですよ。お店長、スーパー、おお素晴らしい、おめでとうございます。やってやって、スーパー頑張るアットボーナスということで、3つ目の印、はい、やってやるってきました。おめでとうございます。メダルください。なんだろう、ちょっとメダルください。やってやるって、やるよ東さん。いや、今まで貸した分全部返してくださいね。いやー、そんなこと言ったらね、まあ私スーパービンゴで出しましたから、なんぼでもありますよ。それまでの、それまで散々やったじゃないですか。さあ、どれにしようかな。曲選べますけどね、どれにしますかね、はい、どれがどの曲かわかんないですからね。そうですね、はい、まあ原作好きな方はね、この辺結構ねこだわるポイントなのかもしれないですけどもね、はい、やっぱハードといえば永遠ということで、ポアなのか永遠かわからないけど、なるほど。永遠と続く道ということでね、なりましたけども、バロンズッキー、初期の森口の頃の東さんならできるって、わらわらわらってやってますよね。東さん、ええ声やで、来月は店長集結あるのってやってますよ。店長集結はないですね。あ、店長集結の予定はないということですかね。店長、ビッグ確定してる、向かいの山店長、天なのに遊びに来てくれないねということで、向かい山店長、尼崎在住ということで、神戸もそんなに遠くないんで、ぜひ来てくれればという感じなんですけどね、でも、お引っ越しされる、大東の近くに引っ越しされるっていう話だったと思うんですけど、正直、大東から遠いですからね、そうですね、もう引っ越したのかな、まだなのかな、ちょっとタイミングいつなのか分かんないですけどね。ベイアンわらわら太郎君、そら豆太郎よりまし、ニート主任しゃべりうまいから MC いけると思うけどなーって言われますよ。ほんまに無理ですね。ああ、そうですか。まあ気になったのは、初期の森口の頃やったらいけるみたいな言い方が気になりましたけどね。今は無理ってことですね。まあなんかあかんみたいな言い方ですかね。オカルトゾーン東チーって言われますよね。あ、オカルトゾーン抜けましたね。残念ながら解除は失敗ということで。はい。店長レインボーってことはっていうことで、そうですね。スーパー来ましたね。びっくりしましたね。東チー、イケメン東さん MC してっておだてられてますけどね。いやー無理ですね。ああ残念。イケメンじゃないですもん。おお、なんだ、かたくなに拒否する理由もよくわかんないですけどね。謙虚ですよね。ね、はい。ああ、健吾の話に持っていきたいってことですか。今持っていこうとしました。ですかね。不正の出っ走りの MC 面白かったって言われてますよね。まあいろいろ最近はね、スタッフさんに MC やっていただいたりとかもちょこちょこありますけどもね。それ松浦さんが単に打ちたいだけじゃないですか。いや違いますよ。ほらもうね、キコナさんもやっぱりこう放送結構続いてきて、皆さんねこう放送慣れてきたというか。なるほどですね。MC できるぐらいのねこうスキルがみんなトークスキルが備わってきたんで、いや素晴らしいことです。その能力をねいかんなく発揮してもらおうという感じになってますけども、はい。どうですかね。オカルト店長が来たのってことで、オカルトゾーンですけど、ね、オカルト店長は来てないですね。松浦のケガレマックス。ベイアンは2000円から3000円に1000円アップしたねということで、鶴見店のねスタッフさんベイアンさんは、1ヶ月のお小遣いが、2000円だったんですけども、はい、なんと3000円にアップしていただいたという大ニュースがね、先週発表されましたけどもね。13か。はい。本当にそのレベルですけどもね。はい。どうやって生きてるのか本当に不思議で仕方ない感じですけど、ね。すごいですね。はい。東ひげこい。先週の反省会の結果を教えてください。先週なんかありましたっけね。先週ね、番長で、先週はもう全然ね、反省する余地もなかったんじゃないんですか。まあ競馬の予想が完全に大外れだったぐらいですかね。それを言っちゃおしまいだって。かっすりもしなかったって感じですけどね。それ言っちゃおしまいだって。どうですかね。ということで、キコちゃん出演者でエンデック1人引き抜けるとしたら誰にしますかということで、もうこれは決まってるんですよ、俺は。あ、そうだった。あ、また来た。おお。うるさいよそうだ、切ろうか。東さんマイク一応切れましたんで、また言ってください。はい、これ何なんですかね。トゲら多いですね。そうですね。ちょっとまあこれお客様に打っていただく前にちょっと点検必要かもしれないですね。そうですね、はい、営業中なんか全然なかったんですけど、ね、おお、そうですか。なんですかね。うるさいよって調子悪いなその台ってね言われてますよね。事件だってこと。あ、店長1ゲーム連確定してるということで、上にストック01って出てますね。これね1ゲーム連確定ですね。そうですね、はい。呪いかよって5とされてるじゃんって言われてますけどね。どうなんですかね。バグーってやってますが、ささみさん台が頑張らないってまたか。うるさいよとかで申し訳ないですね。すいません。うるさいよ、はい。東さんうるさいよ。森店長は40万が小遣いですね。いや、もう小遣い40万もないっす。ないですか。はい。ああ、そうですか。38万ぐらいですか。いや、そんなもないっす。まあでも森店長まだ独身ですからね。そうですね。お小遣いって言っても自分でまあね決めれるっちゃ決めれるんですけど、競馬で40万負けましたけど、お小遣い40万はないっす。ああ、競馬で40万1日に突っ込んだってことですか。突っ込んだことが最高です。ああ、最高で熱くなりすぎてしまったという感じですかね。そうですね。僕の中で大黒摩季の熱くなれが流れてたんで言っちゃいましたね。もっともっとって言ってたわけですね。そうですね。うるさいよ。ついついやってしまったってこと。店長車乗ってるってやりますけど。僕ですか。僕もねちょっと恥ずかしながらあれなんですよね。実家の車は鈴木なんですよね。あ、同じ。鈴木なんですよ。いや、いいじゃないですか、鈴木。鈴木のジャガーです。あ、鈴木のジャガーを店長も乗っているということで。いや、なんか人のことバカにしながら自分も鈴木乗ってるんじゃないですか。そうなんですよ。しかもね、言うと東さんも鈴木のジャガーですからね。東さんも鈴木のジャガー乗ってるんですか。そうなんです。あ、失礼、ちょっと待ってね。はい、失礼。ワゴンR ですね。鈴木のジャガーの中でも一番有名なワゴン R に乗ってるということで、メジャーなやつですね。いやー、みんな一緒じゃないですか。じゃあ本当にそうなんですよ。やっぱね、軽自動車は鈴木ですからね。軽自動車はね、鈴木いいですよね。本当にね、大好きですけどね、本当にね。ごとし東さんってやってますけどね、鈴木トリオ、ジャガー大流行ってやってますけどね、本当にね。そうですけどね。松浦誰に決めてんの。ああ、そう、その話ですけどね。エンデックに引き抜けるとすると誰にしますかって話なんですが、一つだけ決めてるのはあるんですよ。神戸中央スロットカーに森茂樹っていう人がいるんですけど、その人以外にするっていう。我がエンデック軍がその人ね、もうちょっとね展開次第ですぐね敵側になびくんでね。そうですね。信用ならないんですよ、その人。確かに。そう。信頼度は低いと。そう。やっぱりね、同じようにね仕事をするんだったらね、信頼できないとね。なるほどですね。はい、仕事できないんで、森重樹君以外でお願いしたいという感じですかね。くっそ、東君も入れてほしかった。いや、東さんほらね、もうね、何があってもね、貴重な軍を貫く東さんはね、いや、非常に私の中で評価が高い感じですけどね。おお、またストック。2個も行きましたよ。素晴らしい。さすが、これはスーパーって感じですね。そうですね。はい、超降格中という感じ。おお、もう一つ。素晴らしい。すげえ。ああ、店長目押ししてないから自動で揃ったやんって言いますが、これなんか目押ししないといけないんですかね。なんか目押しするタイミングがいまいちよくわかんないですけど、演出が別に特になんもないんでわからないですね、はい、そうですね。3個目ってやってますが、なんかこう演出の狙えみたいなのがないですかね、みたいなのがあるんですかね。森君は優秀ですよって言われてますね。まあ確かに優秀なのは認めるんですよね、本当ね。この神戸一応ショート館、はい、グランドオープン立ち上げの、ね、店長として赴任して、ね、今、まあ、皆さんご存知の通り相当、ね、このお店を盛り上げることに成功しているという感じですからね、優秀なんですけどね、まあ、ただね、はい、エンデックとして、ね、仕事をするのはその優秀さが、ね、生かせるかどうかってまた別ですからね。いやいや、僕、他の放送、あれですよ。はい、もうプライベートで出ますよ、そんなこと言っていや、出ないでいいですよ、今のところで狙わなダメですよ。ああ、なるほどなるほど。4つ目ということで素晴らしい。めっちゃ乗るじゃないですか、すごいですね。なんでメダル狙いの時全部狙わんのってことです。なんか狙え、メダル狙い、あ、それでね、目をするってことなんですかね。いや、気づかなかったですね、ですかね、申し訳ないですね。最近の台って誤答防止の関係でエラーよく出るよねってことで、確かにこれセンサーがね結構たくさんついてて、異物をこう発見するような形になってまして、お客様にねご迷惑もしかしたらかかることもあるかもしれないですけどね。でもどうなんでしょう、誤答対策の関連というよりは、はい、それ言うと昔の方がもっとセレクターエラー多かったイメージはあるんです、ね、ああ、なるほどなるほど、そうなんですかね。はい、まあ結構最近のね台は誤答対策というか、そのいわゆる違法行為でメダルをね不正にゲットすることができないようないろいろな対策がされているという感じですけどもね。そうですね、はい、ボーナスいつ出るの、東さん違う台でやれば手に当てますけどね。いや、もう直しましたよね。森家の呪いの影響で隣の台に影響がってやりますけどね、どうなんですかね。単勝で負けたのそれってやりますよ、40万。いろいろ1日馬券買い散らかしてトータルで40万みたいな感じですかね。大体8レースぐらいから僕の闘魂に火がつきますんで、ああ、なるほど、はい、その頃になってくると大体もう最低1万、はい、馬連馬単かけていくっていうのがもう主流になって、ね、いやもうね、これで取り返せるとかね、いろいろ計算しながらこうバンバンかけていくと結構の額になっちゃったみたいな感じですかね、はい、それで最後にほんまに友達に肩貸してくれって言ってこうやって帰ってガクッとうなだれながらね、なるほどね、感じですけどね。その頑張るゾーンってなんですか、頑張るゾーンって。これか。おおおお。ああ、だめ。頑張ってない。揃わない。なるほどね。そこで目押しすればいいって感じですかね。そういうことですね。はい。あそこに止まってたワゴンあるか、てんてんてんってやってますけどね、鈴木大人気やなーって、ワゴンあるとかドキュンしようやんけとか出ますが、そんなことないですよね、いろんな、まあ、ワゴンあるもあると思いますけどね、鈴木三兄弟、ワゴンあるのフロントガラスに餃子ときゅうり置いとくねーってことで、あ、ボーナス確定ということで、これ1ゲーム連なんで、ガンバールゾーン1ゲーム連、こちらに印をつけたいと思います、どうもということで、これでワンビンゴ成立という形になりました、おめでとうございます。さあ、店長のストックのうちいくつが化けかなって言われてますけどね、どうですかね。なるほどですね、はい、森店長、昔のスーパーサイヤ人の写真見つかったって言われてますよ。あー、難しいっすよね。いや、ほんま携帯さえ復帰すれば一番手っ取り早いですけどね。そうですね、昔の携帯のね、もう電源が入らないみたいなね話ですけどもね。そうなんですよ、はい。東さんの店長は乗りたい車とかありますかって言われてますよ。なるほどですね、はい、ハリアー乗りたいです。あ、ハリアー、トヨタの、はい、そうですね、ちょっとちょっと高級な RV 車みたいなねありますけどね、はい、店長は、いやー、ぶっちゃけて言いますと、はい、普通にプリウスとかがいいっす。あ、燃費がいい車でプリウスがいいっす。あー、プリウスね、はい、まあ大人気ですけどもね。でもやっぱりレクサスが欲しいっす。あ、レクサスが、まあ、高級車であればレクサスみたいなのはね、乗りたいみたいなのはあるかもしれないですけどね。ああ、ビッグですね。きちんと揃えました、偉いのですと褒められましたね。え、松浦さんはやっぱりジャガーですか。マジレスすると、はい、ポルシェが乗りたいです、俺は。スポーツカー、なんか高級車なんでもいいから一つあげますって言われたら、ポルシェ、やっぱりね、男のロマンじゃないですか、なんかああいうなんか丸っこくて速い車みたいなね。乗りたいですけどねあれ、なんで失笑なんですかなんでそこで失笑されるのか、へーとか言われてますけどねどうなんですかね、はい。店長目押ししないから自動で揃ったやんって言われてますけどね、そうですね。店長さんコメント、森くんは優秀ですよ。バロンは罰ゲーム要員ですね。やっぱり松田さん、東主任かっこいい。ありがとうございます。メダル揃いの時、液晶リールでわかるよ。東さん頑張ってよ。って言われてますね。スーパーは次回天国確定なだけよ。揃うのは超広角だから。あ、スーパーだから揃うだけではないんですね。なるほどね。リールに他の図柄がなくなったら狙えばいいよって言われてますね。さっきね、1回狙いましたけどね。店長、目押しガバガバだねということで、まあ、目押し能力はね、この子は持ってるんですけど、目押しするタイミングがいまいちよく分かってなかったって感じですかね。そうですね。はい、いや、でも僕、目押しは結構下手くそな方ですね。ああ、下手くその方。はい。まあ、目が悪いっていうのが一番。ああ、なるほどね。まあ、今、サングラスかけててね、見えないとか言ってますけどね。はい、図柄揃いの時、夜行視して。確かにな、初め、こんなところに店出すなんてアホだなと思ってたということで、ああ、神戸一応ショットガンですかね。ああ、そうなんですね。ね、もう今では貴公野さんの中でもね、超高稼働店ということで、ね、皆様に支持をいただいているお店になったという感じですけどね。はい、ね、嬉しい限りですけどもね。狙ってって言ってんじゃんって、やったー、作ってたプラもできたと、おめでとうございます。どう見てもおにぎりと松浦さんが同じパーツでできてるよ。これどういうことですかね。あれちゃうんですか。はい。中村おにぎりさんのことちゃうんですか。ああ、そういうことなんですかね。いやー、なんでそんなうちの、俺のも忘れてたうちのエンデクのメンバーのこととか完璧に把握してるのかよくわかんない。覚えてあげてくださいよ。素晴らしいですけどね、本当はね。そういえばエンデク関西忘年会はどうなったんですか。あ、関西の忘年会ね、12月のいつだっけ、何日だっけ、ちょっと日付忘れちゃいましたけど、12だっけ、はい、やらせていただく予定になってまして、まあ、エンデックだけじゃなくてですね、いろいろ関西のパチンコ業界の関連の方とかと合同で大規模な忘年会やらせていただく予定になってまして、はい、ぜひ森店長も来ていただければと思いますので。本当ですか。はい、我が貴公良軍から誰か参加されるんですか。今のところ特に参加したいというお声いただいてないんですがいや、なんかその参加したいっていう声をいただいてないって、なんかみんな参加したくないみたいな流れになってる。いやいや、一応投げさせていただいたんですよ、富田さんの方には。あ、そうなんですね。はい、なんですけど、まあ、一応まだね、多分ね、お忙しいからっていうのもあると思うんですけど、はい、お返事いただいてないというか、あ、なるほど、はい、可憐にスルーしていただいてるという感じですんで、もしね、森店長来たいっていうのであれば、個別にご連絡いただければ全然、ぜひともよろしくお願いします。で、プレイヤーさん、番組の視聴者さんとかでも全然 OK ですんで、書いてましたね。はい、ぜひね、松浦に会いたいとかね、マイマイに会いたいという方いらっしゃいましたら、全然来ていただければと思いますので。エンデックメンバーはフル参加で、JP さん以外は来るんだったかな。はい、そうですね。なってますんで、ぜひ遊びに来ていただければと思いますので、これ行っていいっていう方いらっしゃいますけど、本当に全然大丈夫ですんで、はい、関西にね、お住みの方、あれどこで見れるんだっけ？ツイッターの何でしたっけ、あれサイト。ツイッピアでしたかね、なんかイベントを作成して皆さんでそこで募集を募ることができるサイトがあるんですけど、参加費いくらでしたっけ。会費5000円だったかな。はい、多分そうですね。はい、なんかどっかのホテルでしたよね、確かでしたかね。なんか大規模なね、ところで100人ぐらい来る予定一応なってますんで、すごいですね。はい、まあ、業界関係の関西のね、業界関係の方の会合とかと合同でね、エンデクも忘年会させていただくという形になってまして、かなりね、大規模な形になってますんで、よろしければそこにね、プレイヤーさんも来ていただいて全然構いませんので、ぜひ集まっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、おもろそうですね。はい、ぜひ来てください。本当にね、はい、皆さんでね、盛り上がりましょうって感じですけどもね。そうですね。はい。お酒があるなら行きたいですね。あ、お酒ももちろんありますけどね。まずぜひ電車で来ていただければね、お酒飲めますんで、はい。ありがとうございます。ツイッピアのね、今 URL コメント欄で書き込んでいただきましてありがとうございます。こちらね、見ていただいて参加申し込みしていただければと思いますので。裏話とか聞けるのということでね、まあこれ何の裏話かによりますけど、まあできる範囲であればね、全然させていただきますんで。はい、東一緒に行こうって言われてますけどね。行きましょう行きましょう。はい、忘年会も放送するってさすがって言われてますけどね。忘年会はね、一応放送の予定はないんですけども、まあやろうと思えばね、できるんですけどね。ところでカピバラとアンパンマンはクリスマスの予定はって言われてますよ。カピバラ、カピバラですか。はい。はい、いやー、僕はもちろん仕事だと思います。あ、お仕事。そうですね。神戸町スロット館で、そうですね、頑張ってね、みんながイチャついてる間も頑張ってお仕事すると。いやー、わかんないですよ、まだ1ヶ月ありますからね。そうですね。このタイミングからまさかの大逆転勝利。往生際が悪いハードと呼ばれてます。なるほどなるほど。ギリギリのタイミングでね、彼女ができて幸せなクリスマスを送る可能性もあるということで、はい、なるほど、確かにね、まだ1ヶ月ありますんでね。東さんははい、ズーマさんはあれですね、はい、仕事ですね。あ、お仕事の予定ということで、はい、絶対出勤させてやるって悪ガキはしないんですか。そうですね、もう、はい、去年もね、森口で辛い過去があったんですよ。はい、全員、ほんま全員休みで僕だけ出勤完全にいじめですけどね。そうですよ、ほんまに僕に彼女がいないからっていうので、はい、ただそれだけで僕だけ仕事になったんですよ。あーね、一つ疑問なのは、はい、全員他休みっておかしくないですか。まあまあ絶対ですけど、物理的に無理だろう。転休なんですよ、はい、で空転休やったんですよ。なるほどなるほど。で統計を取りに行かなあかんと、その時競合点ができたばっかやったんで、じゃあ誰なるってなって、それの仕事を誰がやるって話になって、それも僕がいないところで勝手に決まってて、休み明けで出勤してきたら24クリスマス出勤やけど大丈夫っていう感じで聞かれて、なんでなんですかって言ったら、うんまあみたいな感じで言われて、もう断れなくてちゃんと出勤して統計取りに行ったっていう。ひどいなそれってね、やってますけどね。そう言いますけどね、ちゃんと清さんも出勤してたに違いないですよ。ああ、辻元清さんね、東クリスマスは他店舗の視察やろうってバレって言われてますけどね、完全にそんな感じですけどね。ちなみにガチで休んでましたよ。あ、清君は幸子とあれがあれガチ休みということで、東さん悲しいクリスマスやったんやね。今年はそれだけは避けたいですね。なるほどね、ってことらしいんで、どうなるかね。まあまだあと1ヶ月ありますんでね、堂々と休めるようにね、アピールできるようになるかもしれないという感じですね。まあまあまあ、僕多分12月になったら多分ティファニーかカルティエぐらいで多分選んでるんちゃいますかね。ああ、そうですか、言ってますけどね。まあ予想ではね、多分ね、また泣きそうな顔して仕事してるんじゃないかなと思いますけどもね。おかしいですね。まあまあまあ、12月の放送でまた僕がうまい棒を持ってたら、まあまああかんかったと思ってる。そうですか。どういう合図なんだろう、何のサインなのかよくわかんないですけどね、本当にね。こんばんは、今帰宅しましたということでね、今来た皆さんおばんです、ありがとうございます。ハード店長松浦さんのあるある聞きたいの、さっき言ったじゃん、だからこれね、関西は無理だわ。自分プリウス、親父マーク X、弟ハリアー乗ってます。めっちゃいいじゃん、うらやましいですね。参加費いくらですかということで、参加費5000円になってますね。ぜひお越しください。JP さん、ヤンネコ行くから来ないのということで、そうですね。多分、ヤンキーなドラネコに行くんじゃないかなと思います。おお、またストック。焼き鳥社長がツイートしてた、どうやったら申し込めるんですかということで、サイトをご覧いただければと思います。柳生さんも来るのかなということで、柳生さんはどうなんですかね。柳生さんは多分来ないと思います。来ないんですかね。久々にお会いしたいですけどね、キコ生で中継しようって。今日負けた人はデスココア、デスオシルコということで言われてますが、これはね、いや他のね店舗で罰ゲームやってるのをご存知の方がねコメントいただいてると思うんですが、もう先週デスカクテルやったじゃないですか。はい。あれはやばかったですね。あれきつかった。きつかったですね。じゃあ今日もね頑張っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。モニジュースじゃないんですか今日は。いや今日はそんななんで他店舗の放送を見まくってるんですか、本当にやめてくださいよ。なるほどね。はい。店長現状の獲得枚数はってやってます。今何枚ぐらいとか出てますか。600後半ぐらいでしたけどね。600後半やっぱ伸びますね。ボーナスストック積み上げるとね。そうですね。まだ何個ストックしてんねんっていうぐらいありますからね。そうですね。デスオシルコやってね、天下もいないやーってねやってますけどね、ベニスのせいというか、敵上視察でボロ勝ちした東ということで、確かにこれ、見に行って勝ったんでしたっけね、そうっていう話してましたよね、そうなんですよ、辻元クリスマスパワーですね、ってやってますね、東さん、悲しいクリスマスだったよね、カピバラかわいいよー、天下さんは宮川様と一緒なのかなーって言ってますけどね、どうなんですかね。宮川と、はい、当たらんから寝るねーって言ってましたが、今当たってるんですけどね、どうなんですかね。はい、いや僕も当てますよ。東さんね、今監視全長黄色まで来ましたがどうですかね。そうですね。変わってますね、東さん。はい。そうなんですよ。今もう479ですね今。ですね。そこそこハマってる感じですけどね。店長ティファニーで待ってますって言われてますよ。待ってますか。はい。行きますよ。ね。隠れ彼女が待ってるって言われてますけどね、バロンは萌えちゃんとでしょう、ソラック店でね、ケーキをおごって、店長、エルメスがいいなーってね、どんどん高くなってるような気がする、なんかね、ブランドおごってくれとかいうね、人がいっぱい来てますけどね、多分まあみんなまとめておごってくれるんじゃないかなと思いますね、みんなでたかってください、マジですか、はい、お返し楽しみにしますよ、もうなるほどね、はい、見返りを求める男、ハードですからね、そろそろマイマイのあるある聞きたいなと思いました。東さん、頑張ってよ、お星5つです、お来ました、しかも赤タイトル、暑そう、暑そうですね、ランド E 出ましたか、ランド E、時間的に店長はあとボナだけかなって言われてますけどね、ボナ。そうですね、もう消化で終わるでしょうね。ああ、ずっとボーナスの消化で終わるという感じですかね。残り30分ほどですけどもね、店長俺はブルガリでいいよ。まだ人数に余裕あるんですか、忘年会ということで全然問題ないということですんで、ぜひ、はい、遊びに来ていただければと思います。店長、今日の題は目押しできない松浦でも大丈夫って言われてますけども、大丈夫ですけどね、はい、ちょっとね、出数柄を松浦さんがと止めれるかどうかっていうのは止めれますよ、あんなの本当に鼻くそほじりながら止めれますよ、そんなのこれも止めれますか、余裕ですよ、こんなの本当に塊じゃないですか、本当に、いやー素晴らしい、でかいですよ、この液晶がこうね、液晶リールなんでこういう変化があったりするの面白いですね、そうですね、はい、あとスーパー頑張る、ああまたスーパーですね、すごいですね、素晴らしい、やったぜ父ちゃん、あと5個かなと言いますが、ストックの数分かりますか、はじめそうですね、3個ぐらいあって、はい、さっきのボーナスでまた2個載せましたからね、はい、これ番長みたいな感じじゃないですか、これレバーレメですかね、はい、多分ビッグじゃないですか、今回ビッグに昇格するねえ、赤いですもんこの文字が、そうですね、あ、来たー、あ、ビッグですね、それでレインボーまで行かないとダメだって、なるほど、ビッグですね、おめでとうございます。さあ、ようやく東さん、初回の初めてのビッグですよね。さあ、今日は東さんに花芽でも食べてもらいましょうか、はい、ようやく印が一つついたって感じですけどね、森口のやつ、クリスマスイブって記念日ですか、その後その日誕生日だから嬉しくないんですよねということで、ああ確かにあれですね、かぶっちゃうね、誕生日プレゼントと一緒にされるパターンですね、これね、もったいないっていうパターンですけどもね、店長、酒場の放送見まくってるけど暇なのと言われてますよ。いや、僕言うてもね、はい、そんな見てないっすよ。ああ、そうですか、はい、見たとしても5分も見てないですからね。いや、でもアルドーレの放送でなんでノリンジュース飲んでるって知ってるんですか。そこだけ見たんですよ見てるんじゃないですか、だから、はい、ね、完璧に把握してますけどね、びっくりしますけどね。僕のコメント皆さん気づいてくれてますかね。え、コメント入れてたんですか。コメント入れてますよ。なんて入れてたんですか。はい、松浦さんね、はい、昨日素晴らしいばっかり言ってるから、なんかそれに対してコメント入れましたね。ああ、そうですか、はい、素晴らしい素晴らしい素晴らしいってさんが言ってましたねそんなの言ってました。ああ、言ってましたよ。ああ、そうですかびっくりしますけどねよく、いや本当ね、よく他店舗の放送まで来てコメント入れていくなって感じですけどね。そうですね、はい、デスソースショットで飲んで胃に穴が開きかけましたデスソースをショットで飲んで死にますよ、それ。いや、それやめといた方がいいよ、本当ね、体壊しますからね。そうですね、はい、昨日あれですよ、はい、レア側の放送をちょっと見ようかなと思ったらもう終わったんですよ。あ、2時で終わってた。すぐになんかスパッと終わって、なるほど、しゃあないから松田さんが見ようかなみたいな。ああ、なるほどね、酒パーの方の放送をね、はい、ご覧いただいたということで、ありがとうございます、はい。まあ昨日ね、北斗を打たせていただいたんですけど、別の法人さんの話するのもあれなんですけど、RTC 中の大当たり見事をゲットしてジャギーですよね。ジャギー降臨というね、かなりレアな映像になりましたけどもね、来週の生田川の放送でも、じゃあその辺ね、結構レアなやつ狙っていければというところですけどもね。そうですね、はい。ああ、ホッパエラー、ホッパエラーだって、あ、寝屋川エイリアン出たよーって言われてますけどね。こういう時は慌てずに深呼吸なのです。いやー、これエラーを本当かなりうるさいですね。うるさいですね。いや、東さんがね、メダルいっぱい使っちゃったんで。私が面倒いからやだー。いけますか。ジョッキーがないですね。申し訳ありませんが。とりあえずそれでいきますか。はい。はい。大丈夫ですか。いきます。大丈夫ですかね。はい。いやー、なんかね、いろんなオープン音とかエラー音とかありますけど、ささみさんかなり凝ってるというかね。そうですね、はい、全部セリフになってるって感じですけどもね。甲子園大学で忘年会しよう。のには昨日他法人で松浦がやって1人だけ全部飲まなかったやつか。そうですね、暇なら乱入しに行こうよって。来ないでくださいね、本当にね東、いつになったらビンゴ開けられるのということで、今真ん中に1つだけというね、ちょっと寂しい状態ですね。本当かスーパー、じゃあやってよ。東昇格でバー否定だってことで、そうですね。あ、スラッシュだなーってやってますけどね。東さん、今日罰ゲームかな。2つ埋まったね。あ、2つ埋まってんの。どっか他に埋まりましたっけ。なんかありましたっけ。ビッグ昇格、バーから昇格したわけじゃないですよね。まあ一応、まあ、バー告知からの、はい、バー告知からのビッグ昇格、そうですね。どうしますか、じゃあ印つける、やった。じゃあリーチということで、イエイ、はい、イエイイエイさせていただいておきます。はい、しげきさん、先日ありがとうございました。一緒にふんどし締めて楽しかったでごわす、はい、おいどん17号、おいどん17号何人いるんだよ、本当ね、すごいですね。はいありがとうございます。東さん、あと頑張れるビンゴで、松浦さんも昇格じゃないの、どういうことですかね。店長は何月生まれですか。僕は8月です。8月生まれ、はい、詳しくは8月の放送を見ていただけたらと思います。夏男とねいう感じですけどもね、はい、お誕生日配信ありましたね、本当にね。そうですね、はい、ね、もうあれ8月なんだそうなんですよね。センター揃いでスーパーってやってますが、これはどうなんですかね。スーパーはセンター揃いでしたね。3連止まって、はい、真ん中に7つから2つって感じですけどね。東さん、やったあしたね、よいしょ配信ですか。東きら星の他に何かできるのあるんじゃないですか。なんかちょっと挑発的なコメント、あんのみたいに言われてますけど、いやないっすよ、ないということで、新しいギャンカモン雑っすね、要求の仕方が中3ぐらいですけど、ヘイカモンカモン、これ知らないんですか。これ知らないんですか、ヘイカモンカモン。画廊伝説でしょそれ。違いますよ、龍虎の剣ですよ。龍虎の剣でしたっけそれ。龍虎の剣ちゃいましたっけ。画廊伝説の挑発、そう挑発ボタンのあれでしょ。テリーボガードのね挑発がヘイカモンカモンですけどね。なるほどですね。はい。松浦さん、あっと素晴らしくないコメントありがとうございます。寝屋川エイリアン出たよ、うるさいよ。ムッシュ主任出してね。ムッシュ主任って誰ですかね。ムッシュ店長さんですかね。ムッシュ店長、不正のオムライ店長ですかね。はい、バズリスクもドアオープン多彩だろうということで、確かにドアオープン店員さんってやつよね。はい、カモーンでございますですかね。ありますけどね。ありますね。はい。松浦殿。はい。松浦殿。お、すみません、何言ってるんですか、この人大丈夫ですか。何ですかそれ。何言ってるんですか。バジリスクのおぼろ殿を松浦殿に変えたんですよ。全然わかんなかった。すみません、もうちょっとわかりやすいやつでお願いしていいですか。はい。はい。へいゆうちょっと甘いんじゃないのかって言ってますけどね。バイトのやつが遊びでデッソー寿司を回転寿司に出して首。そうなんだ。あ、そうなんですか。一応ね、この前いつだっけ、昨日だっけ、貴重な森口店クレープの屋台が来てたんですけど。クレープの屋台のメニューの中にデスソースクレープっていうのがあってですね。あるんですか。いやびっくりしましたけどね。なんか辛さ1から5まで選べますっていう形で、なってて、で思わず買ってってですね、寝屋川南店に持ってって食べていただいたっていう感じだったんですけども、すごいメニューあんなみたいな感じでしたけどね。すごいですね。というか森口から寝屋川にそのはしごした意味は何なんですか。いやたまたまちょっとね、森口の近くにお仕事で行っててですね、で森口店ちょっと寄ってですね、行ってみたらクレープの屋台があって、はい、そのクレープの屋台のメニューに激辛デスソースクレープみたいなのがあって、はい、みたいな、これはもう買うしかないだろうってことで買って寝屋川南、その日放送が寝屋川南だったんで。はい、寝屋川南に持ってってね、罰ゲームでやっていただいたという感じですけどもね。もちろん5からですか。5からですね。さすがですね。いや知ってるんじゃないですか本当に。いやいや知らないです。知らないですか。いや松浦さんのことやから意地悪に一番辛いやついったのかなと思って。いやなんか1から5まで選べますって書いてあったんで、もうそれは5しかねえだろうみたいなね感じで、多分それ放送見てる人じゃないのわらわらってやってますけどね。折口でデスソース出てくるとかね、本当にすごい組み合わせだなって感じでびっくりしましたけどね。またメダルがなくなった。ホッパイラ箱で移しますか。ジョッキでいきます。ジョッキでいく。こういう時は慌てずに深呼吸なのです。うるさい、ちょっと待ってね。うるせえ、ちょっと待ってくださいね。どうしようもねえ。よーし、ささみ呼んでこい。なんで私がやってやるって。めんどいからやだ。もうしょうがないですね。申し訳ありませんが。さあメダル補給完了ということで、平星って諸星、JP さんが5月生まれだからアルデバランってツージェルにバカにされて激おこでしたとか。これね、人気ないっすね。店長釈迦ですねってね言われてますけどね。そんなん言ったら俺7月生まれなんでデスマスクなんですよ。本当一番こうねクラスでいじめられるパターンですよ。いやでもあれちゃうんですか、僕8月5日なんで、あれちゃうんですか、相おろしじゃないですか。あ、店長8月5日だと何座？あ、アイオリアですか？アイオリアのですかね、獅子座ですかね。ですけどね。いや、シャカの方がかっこいいですけどね。そうですね。シャカめちゃくちゃ強いですけどね。カモンベイビー壊れた店長、ハード店長タキシード仮面のものまねよろ。お団子頭。ありがとうございます。松浦さんの手入れの階級はってことで、俺は全然ね、本当に手入れまだ3段ぐらいですんで、森店長と松原さんの全然下という感じですけどね。あ、私もアルデバランだーという方いらっしゃいますね。うざいなこの台ってアイオリアーってやってますね。うちの誕生日はいつも朝に広島で黙祷やってて精神的に来るんですがということで、これ8月ってことですかね、原爆記念日ってことですかね。なるほど、はいですかね。はい、まあね、あれね、亡くなった方に対して黙祷をね捧げるという形ですんで、誕生日と重なってるというのはね、なかなかね考えるところはありますけどもね。そうですね。はい。さあ、これ店長、今これでストックがようやくなくなったって感じですか。900枚まで伸びましたね。1000枚オーバーももう時期という感じですけどもね、どうでしょうかね。なくなってるんですかね。あ、違うんですかね。まだ潜ってる。隠れてるんちゃいますかね。ああ、ですかね。まだそんなに消化してないか。はい。ですかね。これ1セット何ゲームでしたっけ、ボーナス。結構長いんですよね。え、結構長いですね。長いんですよね、結構ね。全然まだありますね。ああ、残ってますね。100ゲームプラスアルファ、約204枚かですね、ボーナス、ビッグ頑張るボーナスですけどもね、まあ、枚数も200枚取れるっていうことで、まあ、疑似棒ですけど、ボリューム感はかなりありますよね。そうですね、はい、結構まあストックもしてるんで、はい、刺激性もありますね。そうですね、今でまあ5つぐらいということで、大体まあ1000枚ぐらいは、確定してるという感じですかね。はい、でしょうか。とサケパーで NSC 卒2名がイルモネア対決したけど関西もやろうよって言ってますね。あ、そんな対決したんだ。お笑い対決みたいな感じだったんですかね。そうですね。魚座がしょぼいアフロディーテ点々点で、次にボナに行くと前までのストックが見えなくなるから、あ、前までのストック見えなくなるんですね。なるほどなるほど、そういうことですね。今日も載せたね、森店長、載せたね、載せ高校、ありがとうございます。東さんと辻エルとウェスカーは釈迦でしたよねということで、そうですね、9月生まれですかね、1、2、3なんですよね、そうですね、並んでるんですよね、3人がね、すごい偶然ですけどもね、そうですね、全部ビッグだったらねということ、あ、そうか、レギュラーが含まれる可能性が、あーとか言ってたら、ちょうどレギュラーが来ちゃうわけですね、こうやって、なるほど、なるほど、これでレギュラーが含まれるという形で、ストックとしては、何がどっちが入ってるかわからないという感じですね。そうですね。はい。バロン VS 森店長でサイレントしてくださいということでね、もうサイレントボケ大変ですけど、あれ僕は正直ね、バロンはね松竹言ってたこと認めてないですからね。なんでですか。はい。面白くない。いやー、バロンちょっとあれでしょ。はい。なんか違うでしょ。何が違うんですか。何か違うでしょ。元ねコンビ名ブックロックっていうコンビね組んでた元芸人さんですけど、いや僕は勢いは認めますけど、やつの笑いは認めません。お笑いにはうるさい元 NSC ハード店長はバロンの笑いは認めないと。なんでそこをなんで。いや、なんとなくっす。なんとなく。なんとなくっす。ああ、それは僕がコメントで水曜日の放送で振っても、あいつがうまいこと返してこないからっす。ああ、なるほど。まあね、こういろいろこうあれやってこれやってみたいなコメントいろいろありますけど、そうですね。それに対してね、結構スルーしちゃう部分は芸人としてはどうなのかというとこですかね。あ、なんか違うって感じが松竹っぽいじゃんとか言ってますけどね。バロン違うに賛成って言われてますね。ありがとうございます。松竹っぽいけどね、吉本 VS 松竹とかね、代理戦争の様相を呈してますけどね。ああ、なるほどね。まあ芸人っていうんだったら、そういう無茶ぶりとかにもこう滑るのをビビらずにやるべきじゃないかっていう。はい、松浦さんは人力車っぽいですよね。あ、そうですか。はい。人力車って誰がいるんでしたっけ。人力車あれですよ。いっぱいいるじゃないですか。お笑い専門の事務所ですよね、人力車ってね。ドランクドラゴンとか。ドランクドラゴン。面白いですけどね、ドランクドラゴンね。宮萩とか。松浦さんがマセキっぽいとか言いますけどね。出川さんですか。ですかね。バロンに厳しいな、わらわら。北山店長も参戦ですかってね、やってますけどね。北山店長とはちょっと対決せんとダメですね。そうですね。あ、ザキヤマとかね言われてますけどね。バロンは勢いだけで浅いと思いますってこう手厳しい、冷静なコメントが、はい、手厳しい意見が来てますけどね。どうですかね、生理的に嫌いなのを手に当てますけどね。松浦さんは大川工業っぽいってことで、いやーこれはちょっと嬉しいですけどね。大川工業ってあれだよね、江頭2時50分さんの、むしろ江頭ちゃん以外誰も知らないですけどね。いやーなんでハウス加賀谷さんとか松本キックさんとかねいましたね、はい、松本ハウス、そう大川総裁とかね、はい、あとなんかね何人か有名な方いらっしゃいますけどね。そうですね、はい、いらっしゃいますけどね。いかにもボキャブラ世代じゃないですか、ね、そうですよ、完全にね。男同士とか懐かしいですけどね、懐かしいですね、はい、そこで男同士を出すんですね。いやいやいやね、コンビ名ありましたけどね。じゃあ海外で拘束されるんですねとかね、そういうね危ないネタねやってらっしゃる方いらっしゃいましたけどね。いや芸人論みたいな、芸人感みたいなのがねそれぞれあって面白いかもしれないですけどね。そうですね、はい、何時になったらムッシュ店長とハード店長が入れ替わるのということで、入れ替わるんですか、はい、正直ね僕が入れ替わっても、はい、はい、気づかれないですよ。バレない、バレないです。いつの間にかね月曜日の放送、最初はムッシュ店長だったけど、おお、またスーパーですね。そうです。後半終わるときはいつの間にか森店長になったとしてもバレない可能性がある。はい。感じですかね。松浦2時50分、わらわら。松浦さんはラーメンズとかシソンヌ的要素があると思います。シソンヌって何ですかね。まあでも雰囲気的にはちょっとあれですけどね。はい。まあラーメンズとかと似てるような感じですけど、ね、ラーメンズって俺シソンヌはあれちゃうんですか、今回キングオブコント優勝したんじゃないですか。へえ。ラーメンズってあれですよね、ちょっとボサボサの髪でメガネかけてる人、そうですね、結構お笑いというよりももう最近演劇ばっかりやってるんですよね。なんか劇団やってる人のイメージみたいな感じですけどもね。はい、あ、1000枚オーバーだねということで、そうですね、見事1000枚オーバーということで、店長また一つ印がつく感じですね。ドドーンということで、誰ですかそれこれサバンナ高橋がコントでちょけてる時のありがとうございます細かいね、ちょっと似てる、ちょっと似てますね。やっぱ男好きなんだ。いやいや、男同士ってねコンビがいてたんですよね。今でもいてんのかな。電光石火のトリプルプレーネプチューンです。ああ懐かしいね、キャッチコピーありましたけどね。へえ、はい、抜群とか大好きだったんだけど最近あまり見ないなって感じ。抜群あれですよね、なんか飲食店やってるかなんかね出てますけどね、今ねいましたけどね。松浦さんはガチで男好きなんですか。いやいや、どちらかというと女性の方が好きですね。懐かしいな、詳しいな、ね、同世代だな、懐かしい、わらわら、ボキャブラとか懐かしいって言われてますけどね。そうですね、はい、僕は大人のボキャテンが好きでしたけど、ね、ああボキャテンもありましたしね、はい、ね、司会タモリさんでしたからね、あれね。そうですね、はい、バカパクとかね、なんかね、はい、インパクトがあってバカなところにねこう印つけたりとかしましたけど、ありましたね、はい。ラーメンズはフラッシュネタにも使われてるの有名なのあるからなーってこと。あ、そうなんですね。1000枚オーバー、松浦は芸人ってことね、ゲイじゃないからねはい、店長すんげーベスト10見てたってことで、すんげーベスト10ちょっと微妙なんですよ。すんげーベスト10って昔だから2丁目劇場の頃のやつですね。へえ、そういうのがあったとか言うたら針金ロックとかあそこら辺が、懐かしい結城ロックさんねいましたけどね。片桐仁さんでしょってこと。そうですね、東さんお笑い見ないのって言われてますよ。いや見ますけどね、なんかでもちょっと時代はなんか、まあ確かに世代がちょっとね若干違うのかもしれないですね。なんか好きなコンビとか、東さんイジリー岡田とかですよ。あ、イジリー岡田、それこそ世代がちょっとずれてるのがあると思うんですけどね。ギルガメッシュね、それ見たことないですもん僕。ああそっか、僕は知ってんのノリノリ天国ですよ。ああ、西川のりょうさんのね、そうそうそう、はい、ラブホテルの CM がバンバン流れるね番組ありましたけどね。はい、いやー、カイザリ水魚わらわら、雨上がり消したい、ジャルジャルがなぜ売れてるのか理解できないわ、なんか大学生のノリしてるだけやんとかね言われてますね。確かにそれは言えてますね。ああそうなんだ、ジャルジャルさんもね面白いですけどね。ああでもね、やっぱり次世代のお笑いって感じがしますからね、はい、ああ今風って感じは確かにありますね、はい。どちらかというとかっこ意味深い女好きいやいや、まあ、ゲイの人がね犯罪みたいに扱われるのだけは納得いかないというか、別にいいんじゃないのっていう部分でね、はい、どちらかというとって言わせていただきました。義理人は最近テレビに出てる芸人に似てるんだけど名前が出てこない。義理人って誰ですかね。義理人は最近テレビに結構出てる芸人に、片桐仁さんのことじゃなくて。ああなるほどなるほどね。あ、片桐仁さん、ラーメンズの片桐仁さんのことを義理人って呼ぶんですね。なるほど、全然知らなかったああ、なるほどね。空耳、ああわーって懐かしいですね。安西さんね、いましたけどね、本当はね。11pm。それだいぶ古いですね、11pm はね。大人の絵本。大人の絵本はノリノリ天国になる前の、そうですね、小学校6年生ぐらいの時ですよ。神戸サンテレビのね、はい、有名な土曜の深夜の番組ですけどもね。松浦を倍、過去確信、違いますね。ジャルジャル福徳が中山きんに君より運動神経良くてビビったってこと。ああ、そうなんですか。まあ、あの人、あれですもんね、なんか実家の地下がトレーニングルームかなんかですからね。へえ。なんかラグビー部ちゃいましたっけ、福徳って。確かに、ね、そうですね。ラグビー強いですもんね。はい、へえ。マイマイさん登場とかね言われてますけどね、急に入ってきてびっくりする感じですね。いや、僕もいつマイマイさんのカットインが入ってくれるか楽しみにしてたんですけど、いや、自分の得意ネタになったらね、急激に入ってきますからね、本当にね。はい、びっくりしますけどね。大人の絵本夏いいっていう方いらっしゃいますけどね。俺もでも大人の絵本はちょっと世代が違うんで、ノリノリ天国は確かになんか見てた記憶ありますけどね。どうですかね、マイマイさんだ、こんばんはとね。マイマイのちょいでのコメントがナイスですって言われてますけどね。そうですね。はい。いろいろね、ネタ詳しいんでね、かなりね、マイマイはね。さあとか言ってる間に、はい、両方とも今ボーナス入ってますけどもね。そうですね。どうですかね。これはストーリーの方ですかね。俺ストーリー選んだ記憶がないんですけどね。あれ？僕はストーリー選んでます。ストーリー選んでない。はい。でもこれストーリーっぽいですよね。あ、ホテルチャペルの CM が懐かしい。あとやんちゃな子猫ってことでね。そうなんですよね。いろいろやんちゃな子猫の CM やってましたっけ。なんかラブホテルのね CM とかいろいろあったりとかね、ありましたけどね。もしもしピエロとかでね。あ、そうそうそう、もしもしピエロとかだ。なんかねありましたね。東さん詳しいですね。見てましたからね。はい、私、思春期ですよ。私 NHK しか見ないもんで大嘘ついてますけどね。この男ね、本当に信用ならない男ですけど、もしくは平成教育委員会しか見てなかった優等生キャラをなろうとしてね、完全に嘘つき扱いされるパターンですけど、あ、金持ちなんだよね、ジャルジャル福徳ってこと。そうなんですかね。芦屋ですからね。あ、芦屋のお坊ちゃんなんですか。へえ、ってことらしいですよ。ボキャブラ見てた記憶はあるけど、笑う犬とかが好きだったなって世代。僕そこっすわ。笑う犬はダウンタウンじゃないわ、うっちゃんなんちゃんの、そうですね、なんちゃんとかがやられてた番組ですかね。あれはちょっと、そっか、東さんぐらいの20代後半ぐらいの方が、そうですね、ちょうど世代になるんですかね。そうそう、はい、はよ SP わらわら、ダッダーンボヨヨンボヨンって相当古いよ、それね。古い CM の方ですよね。ですけどね、マジカル頭脳パワーとか点々点、懐かしいですね。まいまいさん、イケメン芸人トップ3教えてって言われますよ。お、芸人の方で来ましたか。最近の芸人ちょっとわかんないんですけど、昔水玉烈風隊とか好きでした。水玉烈風隊来ましたね。古くないそれ。いやいや、昔私らその2丁目世代だったんで。かなり2丁目見に行ってたんですよ。烈風とか、はい、水玉烈風台めっちゃ好きでしたけどね。あれ何でしたっけ、ホストクラブの名前。テンダラとねやってましたよね。あれめっちゃ面白かったですけどね。テンダラと、はい、水玉烈風台めっちゃ好きでしたね。いや、懐かしいですね。はい。さすがヤンキーマイマイ。あ、内村プロデュースってごっつええ感じが好きだったとかね。ダウンタウンのね番組はね有名ですけどもね。はい、懐かしすぎるだろ元自衛隊とかね。懐かしいですね。はい、そうですね。嘘つき店長ってグランドピアノ置いてあるらしい、福徳の家って。そうなんだ、そうですね。あ、赤ひげ店長はまだ現役だったってこと。あ、赤の精力剤のね、いや、それをねあんま僕言いたくなかったんですけどね。はい、あれ内原茂樹先生じゃないですか。僕森茂樹なんで、小6の時めっちゃそれ言われたんですよ。同じ茂樹ということで、はい、もう赤ひげ先生世代ですよ。ああ、なるほどね。お前精力剤売ってんじゃねえのみたいなね。こう、違いますよ、もう赤ひげ先生って呼ばれてたんです。ああ、呼ばれてたんですか。ああ、そうなんだ。悲しいっすよね。ああ、嫌な思い出って感じですかね。広島はどんな放送やってたのってこと。ああ、うわー、揃いますね。来ましたよ。めちゃくちゃ乗ってますね。全然終わんないじゃないですか。いやー、すごいですね。おお、また揃う。お、素晴らしい。全然終わんない。僕なんて一次連一回もしてないですよ。そうですね。ああ、これ普通に2000枚ぐらいいきますね。いってますね、完全に。へえ。広島はね、どんな放送、TONIGHTとかしてますかね。なんか東京の方ではね、ずっと放送してたんですけど、関西はね、やってないですけどね、石川二郎さんがね、いろいろ、石川二郎さんが司会の番組で、山本監督がね、風俗にレポート行ったりするね、面白い番組だったんですけどね。ホテルは、西北派、京都インター派ってやってますか、これどういうことですかね。西宮北か、京都南かどっちかってことちゃいます。へえ、あ、ホテル、ラブホの話。やと思いますね。へえ、ってことですよね、どうなんですかね、やるならやらねば、ね、内村プロデュース、マジカル頭脳パワーのせいで、元野球選手とは思われない坂東さんということで、まあ、坂東さん、もともと野球選手っていうよりは、タレントのね、才能が開花したってね、言われてますけどね。ヤンキーマイマイさん懐かしい、古すぎるだろ元自衛隊ね、なんかラジオみたいやなってことで、確かにねネタがラジオっぽいですけどね、完全にね、ゴレンジャイ、雲南の気分は上々とか懐かしいですね、アホアホマンで、ゴッツはアホアホマンってやってますね。これがあるから連チャンしないときはきついんだよなってことで、まあ今かなり上村というか、いい部分をがっつりお見せしているという状況なんですかね。まあちょっと今、東さんとは対照的ですからね。そうですね。東さん、ちょっとはまって、今、まあでも今またあれですからね、オカルト来ましたけどね、はい、どうでしょうかね、あー、ゴーレムは強いんでしたかね。店長まだストック7つぐらい残ってんじゃねーとかね言われてますけどね、TONIGHTの熱いって、うちは生だらが好きだったなと、生だらもありましたね、はい、ナイナイ出てませんでした、TONIGHT2、あナイナイ出てたっけ、そうなんですか、TONIGHTやってた時期に、エヴァテレビシリーズが再放送、深夜にやってた時あってたな、そうなんだ、TONIGHTは見まくってたな、東京生まれ、神戸在住ということで、ね、いらっしゃいますけどね、東京、関東の方ではね、TONIGHTやってましたのね、僕は見たことないですからね、はい、ね関西の方はね、関西のローカルの、番組があるんで、TONIGHTやってないんですけどね、TBS ワンダフルとかもやってないですけどね、あー、ワンダフルとかでわーって今、コメントいただいてますけどね、はい、それなんですかね、それはちょっと俺、分かんないですけどね、生だら好き。東海地方でもやってたよTONIGHTと言われてますね、ギルガメッシュ、ベンジャミンとかありましたね、ゴッツ、ああ、ゴッツね、キャシー塚本とか懐かしいですけどね、爆笑なの、懐かしいですね、はい、変なおじさんって、これ、志村さん、ちょっと世代古いですけどね、これね、まあでもこの前、久々にバカ殿見たら、いまだに同じことやってますもんね、ああ、そうですよね、はい、志村けんさんね、あれもすごい芸ですけどね、本当にね。はい日本を、ね、代表するコメディアンですけど、本当にね、広島でも2丁目の番組流れてたらしいよとか、あそうなんですね、お700、いやーでも無理ですわ、源さん1000残ってますもんね、あまだ1000残ってる、でもゲームないですからね、あそうですね、延長戦プラス5ゲーム減らせれるか、まあこの辺がな本当に液晶全面液晶をねリール使ってもう好きなようにねデザイン変えて好きなように動かしてみたいなねやりたい放題の楽しい部分かなって感じですけどね、ワンダフルも関西ではしてないよ、で松浦さん広島でアグレッシブですけど何かとか見ないの全然知らないですね、そんなのあるの、おお減る、あいった多分いったっぽい、おおマイナス2000マイナス2000なんだそれ、やったマイナス2000ということで、はい当たりました、行きましたね、今のはオカルトゾーンで自力解除ということで、これ印ついたという方ですね、3つ目の印ゲットという方ですね、おめでとうございます、自力解除きたこれってねやってますけどね、そうですねスルーされてますよ、激アツやでそのほんま、もう天神松さんほっといて黙ってると思ってですね、はいね、僕らこの前、天神橋さんについて、ググりましたからね、天神橋五郎さん、何してんのかなって、気になって、気になって、2011年頃最後にちょっと消息が分かりませんでした、なんか、まあ、これ、あんまあれなんですけど、ちょっとなんか、問題が発生してみたいな話を、なんか、コンビニ挟んだ記憶ありますけどね、そうですね、そんな感じでしたね、でしたよね、最近見ないですけどね、どうでしょうかね。バーやゴッツのまっちゃんの産ませてよの産卵は面白かった最近のバカ者って毎回健直子出してたっけってことは健直子さん出てますかね、いやこの前の僕見た時出てなかったよね、ああそうですか、今の456確定演出やんということで、これはどっちですかね、東さんの方ですかね、店長の方ですかね、2000ゲームの方ですかね、かもしれないですね。そうね、ワンダフル一瞬だけやってたで関西ですごいよ、マサルさん見た覚えがある。松浦さん、今日インポングランプリがあってダッフンダを使って文章にしてくださいっていうお題があったよ。見ました見ました。結構おもろかったですよ。ダッフンダ使って文章なんて使いようがないような気がしますけどね。どうですかね、夢がもりもり。あ、2時だぞということで2時になりましたが、どうしますか。終わりましょうか。終わりましょうか。終了しますかね。まだこれ店長の方のストックは結構残ってるっぽい。また揃いそうですもんね。ああ、揃わない。揃わねえっす。どうですかね。2000枚ぐらいは硬いそうな雰囲気はありますけどね。いやー、硬いっす。まあこれ1回のボーナスが結構ゲーム数長いんで、本当にね、じっくり楽しめるというか、ボリューム感はありましたね。順当はまあ2枚なんですけどもね。いやー、やりましたね、今日は。結構見せたというか、出玉感、相当ね、そうですね、出ましたね、本当にね。まあまあ、今日はね、水たまりプータイも出てきたんで、よかったんじゃないですか。あ、そうですか。はい。ね、店長のね、芸人感が聞けた回ですけど。あとは、新橋のクラブクワトロの名前ぐらいでも出してます。ね、ライブハウス、箱がね、ありますけどもね。バカ友はケンナオコの赤まむしと生卵ネタが忘れないんだよね。忘れないね。はい。撮影見に来てた客殴ったんだろう、天神橋って言ってました。あ、そうなの、それは全然知らないわ。ガチやないですか。いや、ガチのネタ来たんで、僕もコメントしづらいですね。ああ、そうですか。いや、その話俺全然聞いたことないんですけどね。どうなんですかね。化けもある萌えゴッドですからってことで、そうですね。さて寝るかって言ってますけどね。どうですかね。じゃあ一応そのボーナス消化しましょうか。消化して残り3ゲームなんで。なるほどです。はい。消化で東さんも。はい、もうそうですね。そのゲーム、そのボーナス終了で。という形にしますか。了解です。はい。ああ、8192分の1強運が試されるということで、フリーズ、そうですね。フリーズが残念ながら引けなかったというところですけどもね。恩恵は何なんですか。5セットでしたかね。はい。なんか残り3ゲームを言うと間に結構30ゲームぐらいあるんですけど。長くないですか。あれ、本当だ。なんか伸びてますね、また。ダメですね。どうなんですかね。じゃあもう適当に終わるで、これね、激アツやから激アツやで、これほんま。どうですかね。それでテレビ降ろされて番組終わって消息不明。ああ、そうなんだ。松浦関西うちにはもう年内ないのということで、年内の予定は一応ないですね。うちにもあれすごいですね。はい、視聴数とか見てると。ああ、そうですか。はい、店長遊びに来てくださいよ、じゃあ。あ、本当ですか。はい、行きたいですね。ゲストプレイヤーとしてね。はい。まあ私も何でしたっけ、団地妻よしえさんが別に気になって見たかったんですけど、はい、結局見れずでしたね。ああ、そうですか。まあ関東のねメンバーで団地妻よしえねいて。名前だけめっちゃ面白いじゃないですか。ああ、そうですね。はい。関東のねメンバーですけどもね。まあ関西もまた次回うちに60時間長時間連続シダ配信企画ありましたらね、ぜひ告知させていただきますんで、はい、遊びに来ていただければと思いますので、ただビッグとバケどちらかに偏るかは分からないフリーズということで、あ、5セットもらえるけどバーの可能性もあるという感じですかね。まあそうなってくるとちょっとね引きがさらに要求されるという感じですけどね。そうですね。はい。また先週みたいに3時までやなってもう終わりますからね。もう終わりますよ。はい。ついでに田代正史の消息も追ってください。田代正史さん今なんか普通に芸能活動やってるんでしたっけ。なんか地道になんかねトークショーとかやってるって話聞きましたけどね。団地妻よしえって普通のおばちゃんだぞーって言われてますね。団地妻まいまいよう見てるなー。またネギ玉が変な大調子するんでしょうってことで、そうですね。田代どっかの施設に入ってんじゃねえの、なんかニュースで見た。ああ、そうなんだ。いろいろね情報が錯綜してますけども。いや、怖いですね。はい。どうなんですかね。いや、もう終わりますよ。いや、店長本当今日はもりもり出ましたね。そうですね。はい。今の何ですか、僕とメダルを今かけました。いやいやいや、全然関係ないんですけど。本当ですか。はい、ついつい言ってしまいました。森重樹ですけどね、本当にね。はい、さあ、頑張るゾーンもね。おお、めっちゃ継続する。おお、めっちゃ継続してますね、東さんはね。プラスアルファの部分で、だいぶ引っ張ってる感じですけどもね。そうですね。はい。さあ、今日は。終わりますか。今日はそうですな。罰ゲームも僕はないことですし、終わりますか余裕ぶっこいてますけどね、どうなんですかね、はい、店長、何打ち死にしたいって、なんか長時間配信企画、もしやるんだったらこれやってみたいとか、なんかありますか、店長。そうですね、はい、まあ一番やっぱり打ちたいのは、はい、初代のキン肉マンが、ヤマサのバイオハザード、ああ、ヤマサのキン肉マン、はい、初代ぐらいが打ちたいか、まああれですね、リングにかけろのワンですかね、リンかけ、リンかけワンとか打ちたいですね。ああ、なるほどね、5号機の名機、リンかけね、そうですね、ですけどもね。さあということで、じゃあ、切りのいいとこで終了ということになりますんで、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。よいしょ、はい、ということでね、ささみさんと頑張れないスロット、本日ね、打たせていただいたわけですけれども、いかがだったでしょうかね。じゃあ、まずは東さんの方からちょっとお話伺っていきますか、どうでしたか。はい、いや、結構まったりしてて、まあ打ちやすいですね、やっぱ初心者の方にも。そうですね、目標も全くいらないという感じですからね。こういうので結構アニメ好きになったりしますからね。そうですね、はい、ですけどもね、はい、展開としてはまあ厳しかったですね。バー来てちょっとはまってビッグ来てみたいな感じでしたかね。ビッグバーぐらいじゃないですか。あ、ビッグバーぐらいですかね。そうですね。ああ、なるほどなるほどっていう感じで、まあプラマイでいうとマイナス、ちょっとマイナス、ちょいマイナスぐらいですかね。そうですね、500枚もマイナスはいってないぐらいですかね。はい、まあそれでも最大ハマりでも400ちょいぐらいですか。そうですね、500ぐらいですけど、500ぐらいという感じですけどね。はい、あ、最大の敵はセレクターエラーやねとか言われましたけどね、あれはねちょっとねなんかよくわかんない感じでしたけどもね、店長が仕込んでたかもしれないですからね。あ、なるほどね、打たせないようにね。いやいや、そんなことないよ、本当にね。はい、ということで店長の方は素晴らしい出玉感もりもりね出た感じですが、まあまあやっぱ守護神のおかげですかね。ああ、なるほどね、ここにね年春のおかげで、守護神のおかげプラスですね、東さんへの呪いが効いた。なるほどね、はい、年春の写真どっかやってって言われますけどね、すみません、消してくれてますけどね、本当にね。はい、そんな感じで、何連ですか？わかんない。わかんないですね。今で8連ぐらい。もっと。8連もしましたかね。まあでもストック入れたらもっとしますからね。1400枚オーバーっていうね感じですけどもね。はい、なってますんで、ぜひね本当にねいいところはお見せできたんじゃないかなという感じですけどもね。はい、ぜひ。ささみさん、あっと頑張らないスロット、はい、キコナ、神戸一応スロット館、3台3パネル入ってるという形になってますんで、はい、ぜひね遊びに来ていただければという形になりますので、よろしくお願いします。はい、なんか相当顔色悪く映ってるみたいですけどね、大丈夫ですかね、本当にね、申し訳ないですけどね。これじゃないですか。そうそうそう、その青いライトがね光って、僕らがですか？はい、なってますけどね、申し訳ないですね。はい、ということで、はい、ビンゴをちょっともう一回確認させていただきますかね。はい、東さんが印が3つで0ビンゴ、はい、店長が、印が12345個で1ビンゴということで、本日は店長の勝利ということでおめでとうございます。やったぜ。じゃあ東さん、いつものやつお願いします。はい、ということでね、本日の罰ゲーム、お送りしていきたいわけなんですけども、本日の罰ゲームはちょっとまいまいさんの方からじゃあ紹介していただいてよろしいですか。いいですか。はい、お願いいたします。森口と寝屋川南からの贈り物ですね。キコの森口店、キコの寝屋川南店のね贈り物ということで、こちら何ですか。一応ですね、森口ではお汁粉に黒酢を入れて飲むっていう罰ゲームをしましてですね。お汁粉に黒酢。はい。お汁黒酢っていう。お汁黒酢。はい。で、あったかいお汁粉の方がいいっていう話だったんですけど、ちょっと神戸中央あったかいお汁粉がなかったので、急遽コーンポタージュを見つけたんで、コーンポタージュをお持ちしました。ああ、そうですね。確かに売ってないっすわ、お汁粉。神戸中央はコーンポタージュあったんで、あったかいものといえばね、コーンポタージュなんで。あったかいコーンポタに黒酢入れて飲むんですか。黒酢で。はい、コンポタクローズということで。コンポタクローズ、はい、甘さと酸っぱさのハーモニー。いや、もうこっちってことですよね。まだ入ってないんで、その辺はね、罰ゲームを回避した森店長がこう黒酢をどの程度入れるのかなという。やってやるって。やってやるって。自滅しちゃダメですよ。やってやるって。いやー。メガネねかけて、失敗のないようにねメガネかけ直して、はい。サングラスの上からメガネかけてどんだけ意味があるのかよくわかんないですけど。そうですね。はい。ちなみに今これが何ですか、この2つは。それがお汁粉とコンポターですね。まだ黒酢入りではない。生の方で。はい。生の方で。これ店長暗いんですけどライトってつけるの難しいですか。あ、ライトつけれますよ。つけれますか。あ、じゃあできますね。はい。若干。ちょっといいですよ店長、僕行くんで雇ってください。なるほど。ちょっと色味が相当なんか暗くて、はい、青く見えないですね。気持ち悪いんで申し訳ないですけど、少々お待ちくださいね。本当ね、ドエス店長ってね、コーラに黒ずくね、コンポタージュはクリーミーやね。今のうちに入れといてやるって。はい、急遽見つけたからってコンポタージュを選ぶセンスわらわら。くっさ、はい、コンポタージュ結構入れましたね。いやー、結構入れましたね今ね。入れましたね。黒ず結構入れましたよ。だいぶ入れましたけどね。え、それもきたー。あー、それも足しちゃう。うわ、どれや。いやー、まあ背中向けてて何にも見えないですけど、今入れてるわけですかこれ。そうですね、仕込んでますね。ああ、電気つきましたね。すみません、ありがとうございます。はい、いけました。入れすぎて自滅ってやってますけど、ライト OK ですか。はい、ああ、 OK ですね、ありがとうございます。はい、やずや、やばいよそれって。ああ、なんかこうブレンディングしてますけどね、これ大丈夫ですか。うわ、すごいよ。多すぎやろーって。くっさ、飲めないよこんなのマジで。うるさいよ。うるさいよ。使いすぎだから。今しかもあくびしたやろ。いや、してないです。わーって聞くね。でも今あくびしたやろ。いや、してないですよ。いや、全然してないですよ。特製ブレンドジュースをね、じゃあ飲んでいただくという形ですけど。ちょっとだけ黒酢入れただけやねんけど、めっちゃ酸っぱい匂いするわ。いや、ちょっとじゃない、相当入れたよ。どっち飲んだらいいですかねこれ。いや、お好きな方じゃあ。完全にタートルやな。コーンポタージュとかまたあれやな、美味しい。いや、くっせえ。くっさい。くっさいし、このなんかカオスな色。混沌いただきます。混沌の色、言うてもね1種類だけですからね。いや、まずっ、あれそんなまずいの。うわ、まずい。や、これ店長ほんまダメですわ。ダメ。うわ、まずっ。年春、年春、あの謎の年春アピールいらない。今後ろでダバダーって違いの分かる男。これ胸くそ悪いっすわ。いや、これもうここまですごい匂ってくるもん。うわ、臭いっすねこれ。な、これほんまにゲロ吐いた後のマジでするんですけど、これマジっすか。いや、これほんまにダメっすわこれ。いや、ほんまこれゲロ吐いた後の味っすよ。東さんもう一種類あるよって言われますよ。爽やか。おいおい、それ俺のリゲインちゃうんかと思ったら、俺のリゲインはちゃんとある。まだ一人一リゲインにね、準備したこということで。いやー、大丈夫大丈夫でしたか。いや、これほんま胸くそ悪いっすわこれ。まあね、まあここはやっぱ松浦さんに責任取ってもらわなあかんな。ははカッチン、何言ってんすかカッチン。あんだけ店は作ったのにカッチン、何言ってんすか。いや、これちょほんまに気分悪い。ちょほんまにこれゲー出そうなんですけど、森口の考える罰ゲームはすごいな。お願いしますから。くんくん、お汁粉の匂いはもうすでにしない。店長が黒酢入れすぎでしょそれ。じゃあちょっといただきます。64で黒酢ぐらい入ってる。うわー、うわー、うわー、ちょ、口直し、口直し。自爆、自爆店長。これはダメですよ、ほんま。心の叫びが。うわーって言ってる。ああ、そうそう、これほんまに飲みすぎて、吐いて、気分悪い時の例えがひどいから。口の中の味しますんで。例えが。いや、やっぱでも、興味あるでしょ、ちょっと。ないよ。興味あるでしょ。ぬ。あったか。そのあったかさが味噌らしいですよ。ほんまこれめっちゃ気持ち悪いですほんまに。いや、松田さんこれね、どっちもきついっす。これ飲めないよこれ。うわ、まずいこれ。いや、もうほんまにこれ指突っ込んだらほんまに出ますよこれ。これもダメっす。それ関係ない。関係ない。関係ない。すみません。少量でいいよ。もうほんま手が。あんまり口に含んだらマジやばい。それ飲んでから口直しでぜんざい飲んだ方がまだマシだと思います。ぜんざいの方がまだマシ。ぜんざいの方がまだマシだ。どっちもひどいでしょでも。いや、それほんまに。てか、なんで俺別に本当に今日飲む理由が全くないんですけど。いやいやいや、ノニと比べて感想をください。ああ、そうですね。ノニはなんか松浦さんね、いつも演技派やけどほんまにダメやって言って、いや、これほんまに言ってるみたいなんで、過去最高レベルのゲーですよ。いや、あのね、ノニもね臭いんですけど、こう刺激臭じゃないんですよね。これね、ツーンとすごいのがこう鼻に突っ込んでくる感じが。黒酢結構ね、すごいんですよ。この黒酢がちょっと強すぎますよね。これ俺飲まないといけないんです。これちょっとだけでいいんです。口に含むでまだ飲んだことないでしょ。ちっとだけでいいです。ちっとだけで。逆に森口でもこれコーンポタージュやってくださいよ。あ、そうですね。お汁粉やったんでね。じゃあ次。涙出るわ。昨日はちなみに寝屋川は阿川まで入れて大変なことになってましたけどね。2店舗はほんまになんすか罰ゲーム大好きすぎて。そうそうそう。ちょっとおかしいです。ね。もう松原さんめっちゃ嫌がってるじゃないですか。もう本当上がってくる。次々上がってくる。次々上がってくる。はい。いただきます。いや演技派なんでね。そうですね。いやでもほんまそうなりますよこれ。ずいもう飲まなくても体が拒否ってるもん完全に。いただきます。鼻がおかしくなりそう。でしょ、根付くでしょこれ。これほんまダメっすよ。いやほんまねですよ。でも言いに来ますからね。あ、まあまあ。あ、まあまあ。リバース。店長告知、店長告知。年春の告知。すみません、デビルリバースが。はい。出ました。まあまあ。見せない。見せない。見せない。店長ね、告知ありますんでね。はい。いやー、まず。アンカー社でね、14、15、16で年春がカットインということで。まず。これモザイクと一緒の役割果たす。そうですね。松浦さんお汁粉あるけどどうって言われてます。いやもうちょっと。マジで勘弁して。これ本当無理だ俺。やばいでしょ。じゃこれお水ちょっともらっていいですか。これどうぞ。いやこれほんまきついですね。顔がおばあちゃん。これ全部飲めたらすごいっすわ。いや東さん今やから言いますけど、これ黒酢入れた後にリゲイン入れてさらにお汁粉の方とブレンドしてるんです。ブレンドしたっていう全部そんな感じです。なんかそれ聞いて余計吐きそうなんですけど、そんなこと言ったら俺お汁粉の方まで飲んだのにどういうことやねん。いやそっちの方がまだなんか可愛いじゃないですか。いやいや両方飲んだよ。両方飲んだよ。両方飲んだよ。いや作った当事者ですからね。あ、なるほどね。はい。納得するんですかそれ。なるほどね。だいぶ黒酢入れましたもんね。いやてかめっちゃ減ってるじゃないですか。そうめっちゃ入れてましたからね。いやチャンスはなんか思ったよりもこんぐらいありましたもんね。ありましたありました。サングラス越しに見ると思ったよりも加減が効かなくて量が分からなかった。量が分からなかった。これちょっとはい分かりました。松浦さんゲロの味しませんね。いやいやそれ言ったらあかんよ。そういうことは言わないでよ。寿命1年縮んだねと言われてますね。いやいやこれねちゃんとオーガニックなあれなんで美味しい。そうそうそう体にねいいものですので。ものは言いようだな本当。リゲインと黒酢やで。ものは言いようだな。オーガニックとかいやもうこれなんかこれでも夢に出てきそうなまずさ。カワセやったら飲めそうやったんですけどね。いやお汁粉黒酢でも結構みんな死んでましたけどね。いや正直あれです。お汁粉黒酢よりもコンポタ黒酢。じゃあ分かりました。来週コンポタのがきついっす。それはそれ持っていきます。じゃあはいまあリゲインとか混じってるんで何が悪いんか分からなくなってますけどね。なるほどです。はいということでね、こんな感じでお疲れ様でした。何でしたっけ？いやファンカンか。そうですよ。こっちですよ。ねファンカン全日中連がね公式にやってるね言ったらもう公式にやっていいよって言われてるイベントなんですよね。ファンカン社デーっていうのはねはいぜひね14、15、16ファンカンありますんでね遊びに来ていただければという形でぜひね打っていただいている方にはくじを引いていただいて。はい。ごめん今上がってきたまずい。やもう僕もほんまにやばいですわ。そうですね喋るとちょっとねそう復活するんですよ。ちょっともう黒酢の味がくっせねなってますんでぜひはいファンカン14、15、16と金土日ですかねはいなってますんで遊びに来ていただければというところと。いや明日ですよまずはね。ねまずはその週末その前の週末もねはい必ずキコーナーに来ていただければという形ではい明日は何日だっけ10日か9日か9日ですね。9日の日曜日もぜひ神戸一のスロット館来ていただいてはいはいぜひね楽しいスロットたっぷり揃ってますんで堪能していただければという形で年春のアップになってるからねはいなってますね。ぜひね遊びに来ていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、何回見てもその写真笑えるわとか失礼ですね。作った一番あなたが一番失礼やと思うんですよ。本当ですか。懐かしい話ね写真ですけどもねはいなんだっけミルクティーに黒相撲やって絶対嫌だよね。健康になるものを何でも飲めばいいってもんじゃないと思うんだって、間違いない。その通りですね、本当にね。はい、黒酢牛乳とかね言われてますけどね。帰り検問に気ぃつけやということでね、こうもうね忘年会シーズンなんで飲酒検問とかねあるかもしれないですけど、はーしてくれって言われたらね絶対引っかかりそうなレベルですけどね、これね。はい、外れは何、ファンカンのくじで外れの時はなんかお菓子かなんかあるんでしたっけ。まあ一応何かしらあるという感じですかね。はい、なってますんで、ぜひ、遊びに来ていただいてくじね引いていただければと思いますので、はい、よろしくお願いしますっていうのと、とりあえずはまずね今週の週末、明日ですかね、具体的に言うと、はい、明日ぜひ遊びに来ていただければという形になってますんで、はい、ぜひね。そうですね、こんな感じで、まあ明日も来たくなっちゃう TV この辺で違うから他方陣それね、はい、違いますよ本当ね。ミッションビンゴ対決パススローストラックアウト、今週はねこんな感じでお送りさせていただきましたんで、はい、来週はどうしますか。生田川展開。ああ、そうかそうかそうか。来週はまた忘れてた。来週はね、神戸町スロット館からほど近い徒歩2分3分ほどの場所にある紀行の生田川インター店の方から、はい、パチンコお送りする形。はい、具体的に言うと北斗。機種は悩みどころですけどね。悩みどころね。もう北斗とか海とかいろいろ入ってると思うんですけど。なるほど。はい。その辺をお見せできればという形になってますんで、久々のねパチンコ生田川配信ですけれども、はい、はい、お見せできればという形になってますんで、東さんの顔がすげえ死んでますけど大丈夫ですかね本当ね。ほんまにちょっとなんか意識しとかないと。そうですね。正直ちょっと喋りづらいです。そうですね。メーターがこういう感じでなんか上がったり下がったりなんです。そうですね。僕今ここら辺ですね。いや危険なね針が触れてる感じですけどもね。はい。なってますね。ぜひ来週も、ぜひ、土曜日の、24時になりましたら遊びに来ていただいて、来週はまあ特別版という感じですかね。そうですね。はい、弁当店長も久々に登場という形になりますんで、生田川店からの放送をぜひお楽しみにしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、あ、北斗一択だろうってね言われてますけどね。はい、ぜひ、北斗じゃあ見に来ていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、今週こんな感じでお送りさせていただきました。キコナチャンネル同様神戸地方スロット間ミッションビンゴ対決パススローストラックアウト、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。僕もコンパニオンと遊びたいな。ガチじゃないですかそれ。やればいいじゃないですか。